皆さんお疲れ様でした。それでは、えー、2023年5月担当本試験の分析会を始めます。えー、企業法担当いたします、レック専任講師の森村です、えー。それではですね、まあ、企業法はあんまり毎回変わり晴れしないんですけども、えー、まず形式面ですね、出題数は、まあ、ずっとここのところ同じで20問ですよね。で、配点は20問すべてが5点問題ですと。 で問題詞4詞選択肢6詞というのもこれも前回と同じですよね、えー、っと問題詞っていうのがですから「えー、あ」から「え」まであると、まあ、受けてきた皆さんはそれはご存知でしょうけどもで選択肢が「あ」「い」からえ「えー」「上」まで全部の組み合わせが選択肢にあるということですね で問題文の表現につきましては、えー、実質的には20問すべて正しいものの組み合わせを問う問題でした、えー、例えばえっ、ー、と第1問ですね第1問こんな感じで、えー、第1問皆さんのお手元に本試験問題ありますよね証行為に関する次の記述のうち正しいものの組み合わせとして最も適切な番号をつ選びなさいとで正しいものが2つあって、えー、正しいとは言えないものが 2つあるというのをそういうううのそ組み合わせですねただ、問題1九だけはですね、ちょっと表現が変わってまして、これ毎年問題1九だけなんか表現違うんですよね。禁止法の問題で、えー、どうなってたかというと、こんな感じですよね。えー、内閣総理大臣が公衆の従来に供しなければならない期間が同じものの組み合わせとして最も適切な番号を一つ選びなさいということでね。 回答自体は簡単でしたよね。で、これもまあ、その、その、期間が同じものの組み合わせとして正しいものを一つ選びなさいって言えば、正しいものの組み合わせを問うのと同じですから、特にまあ、えー、それがどうってことはないですよね。で、この分析会では、あの、いつものように担当式、今回の担当式試験の、まあ、形式的な側面をお話ししていきます。ほんで、えー、っと、問題の、 解説自体はですね、えー、特にまあ、正当可能性が低いと思われる問題の回答については、回答速報の方で、えー、試験当日にアップしてると思いますけども、そちらの方で見てください。はい、で、えー、問題2を見ていただきますと、これもあの、問題文のテーマもですね、えー、例えばこの問題2というのは、会社の登記に関する問題ですよということが、ちゃんと書いてくれてるんですよね。 これもまあ、以前からずっと同じでして、もう一つぐらい例を見ておきましょうか。問題3。これなんかもちゃんとその、株式会社の設立に関する記述であるとで。しかも設立、株式会社の設立っていう場合、例えばあの、組織再編行為で、例えば新設合併とかでも会社が新たに設立されるわけですけども、それは、えー、ここの、この足の中には含みませんよと。だから最初の株式会社の 最初にある設立のところ、えー、そこからだけ聞いてますよっていうようなことですよねですからそういうところでの引っ掛けはないのでまあそれも安心だなということですねであと「な、え、お、ー、書き」のある問題というのがたくさん今回もありました、えー、問題の4を見ていただきますとですねちょっと早いですか大丈夫ですか「なお」って書いてますよね「なお」 設立される株式会社は種類株式発行会社でないものとするというふうになってますよね。で、あの、論文式試験で名を書きが出てきたら、もう最大限の注意払わなきゃいけないんですけども、担当式試験ではですね、えー、まあ要するにそこを考えなくていいよっていう、それだけなんですよね。種類株式発行会社ではないので、種類株式発行会社だといろいろ細かいことを決めなきゃいけないけども、えー、これはそこを考えなくていいですよっていうことですね。まあ、見ていきましょうか。えー、っと、 あとね、いくつあったか、7問も、7問もこの直書きのある問題が出てるんですよね。一つ一つ、まあ見ていきましょう。問題8ですね。問題8。えー、これも、議決権行使することができない株主はいないよっていう。だからそこも考えなくていいよっていうことですよね。えー、で、次が問題9ですね。問題9。 これも議決権を行使することができない株主は存在しないものとすると、まあ、そういう例外的なことは考慮しなくていいよっていうことですね問題9ですね、まあ、あんまり関係ないものをこう、えー、全部見ていくっていうのもちょっとなんですけど、まあ、乗りかかった船なので、えー、問題10もそうですよね、えー、こういう特別の事情はないよっていうことですよねだからまあ判例がだからこういう特別の事情がある時あるいはまあ条文で、えー、その 除外自由とかが挙げられてる条文あるけどもそこを考えなくていいよっていうことですよね。えー、問題11、えー、定款に別の定めはないと定款で,で別の定めをすることもできるけどもそこはないものとして考えていいよってことですね問題11まあなお書きが、まあ、たくさんあるなっていうことの、えー、と確認だけで、えー、いいです。 はい問題13もそうですね定款に別の定めはないし特別取締役は選定されていないと考慮しなくていいですよとだから今回はその解いてる時は割と難しいっていうか正解したかどうかっていう確信が持てずに解,か解いたけども結局蓋開けてみたら結構取れてたっていう方が多いんじゃないですかね、えー、問題15は定款に別の定めですよねここまでですお書き ですから、まあ、あんまり気にしなくていいってことですよねで次はですね、えー、判例について判例は全部で5紙取材されてましたで問題の2を見てください問題の2ですね「右の足」が判例ですよね最高裁判所の判例の趣旨によればっていうふうに書いてあるので、まあ、条文聞かれてるか判例聞かれてるかで回答変わってくることはもちろんあるんですけどもど,のどっちかっていうことで特にあの え引っ掛けることもないですからねもう明確に最高裁判所の判例の趣旨によればとかで書いてますからねこの判例はただなんか司法書士試験で出そうな判例ですよね役員の登記の判例ですけどねこれは知らない方の方が多かったんじゃないですかねはいであと判例の残りはですね全部この問題10で出題されてます問題10ですね 最高裁判所の判例の趣旨に照らしてっていうことであ,あい,い上いずれも、えー、判例ですね、まあ、いつの判例かっていうのも書い,書いておきましたあの足は平成21年の4月17日いの足が昭和46年の3月18日うの足は、まあ、これは判例を誤っている 判例そのものじゃないんですけどね判例をこのベースにして昭和42年の9月28日の判例をベースにしてで間違えてい,ていると誤った足で作ってるわけですよね絵の足も同じでして平成28年の3月4日の判例についてですねでこの絵の足っていうのはこれ過去問でも出てましたよねあのけ決議が否決されたとで否決された決議について取り消しの訴えを提起することはできないと。 決されてるんだからないものを取り消せないだろうっていうそういう判例が出てたんですよね。はいということですね。で、判例も今後もですね、やはりあの判例はもちろん勉強しなきゃいけないんですけどね。で、まあ有名な判例ばかりじゃないんですよ、最近、判例、出る判例っていうのが。で、これはまあ全部の判例を網羅的に勉強するっていうのもやはり無理ですので。 やっぱある程度有名な判例を押さえておいてで新しい判例についてはですね講義の中でもあのもちろん取り扱いますしであとあのポイントアップ答弁で,、ね、で新しい判例はフォローしていきたいと思いますで今年の皆さんお使いのえっとその,、えー、あの担当上級講座のテキストから、えー、欄外にですね左右の欄外に、えー、判例をたくさん入れました。 過去問の話もたくさん入れましたので、えー、まあ,あの、そういう対策も、えっ、ー、と、えー、その、できるんじゃないかと。判例も対策もできるんじゃないかと思います。はい。で、次が規則関係ですね。会社法施行規則が、えっ、ー、と、規則関係、ここですね。会社法施行規則が5市、 会社計算規則が2出てましたただこれはあのこのあともうちょっと細かく問題を検討していくとその、えー、一旦一旦は会社法の条文なんだけどそこからその、えー、法務省令で定めるところによるっていう形になっているものもあるかもしれないちょっと数増えるかもしれませんけど今のところ、まあ、明らかに、えー、規則を聞いてるのは、えー、先ほどの問題数ですね。 7市会社法施行規則が5市で、えーまあ、こんなところですよね。まあ、これもかなり細かいですね。ただ、この,の、あの、議決権行使書面について、何を定めることができるかっていうのは、これは、あのポイントアップ答論でも出してたので、ポイントアップ答論を、 受講された方は割とすんなり解けたんじゃないかと思いますはいでえー、で問題の12ですねこれも規則関係ですね「う」の足と「え」の足ですね「え」の足なんか論文ではこれあの勉強するとこですね あの業務監査権限のある監査役のその業務監査権限の範囲というところで、えー、妥当性監査肯定説の根拠としてこの会社施規則百129条1個5号は使ったりしますねこれなんか論文に今年危ないんじゃないですかねそういう意味では前もなんか担当で出た担当の足で出たのが論文で出たことありましたね で計算規則については、えー、問題さんの絵ですね、まあ、これは細かいとこですねこんな細かい規定があったんだっていうようなとこでしたねはいで、えー、次がですあもう一つあるんですね会社計算規則がもう一つあります 自己株式の取得価格、貸借対象表の資産の分に計上しなきゃいけないって書いてますけども、資本の控除項目でしたっけ、これは。これは皆さんよくご存知のとこですよね。はい、ということですね。で、あとは、えー、令和元年の改正点としましては、この電子提供措置というものが、これはやっぱりまあ、一つの眼目ですからね、えー、出るんじゃないかと思ってたら、やっぱり出ましたね。 条文自体はあの、えーまあ、もちろん手続きの条文なので、まあ、全体に細かいっちゃ細かいんですけども、まあまあ,あの、えーっと、そんなに細かすぎるような問題ではなかったですね。はい。というような感じで、形式的にはですね、まあ、あの今回、難易度としては、そのまあ、実際、蓋を開けてみないと分かんないんですけども、割と優しくなったんじゃないかとは、 思うんですね、えーとまあ、難易度からするとですねその、まあ、いつもこの難易度のこの表ですけども、えー、とそのかつてですね平成28年の12月というのが企業法の平均点が60%を超えたとでそれによってですね全体のボーダーが、えーまあ、70%程度っていうふうに金融庁からは言っているのにそれを超えちゃったと70%程度って言って68とか65だったら別に 受験生に不利にならないから問題ないでしょうけどもこれ超えちゃったってのはさすがに大問題っていうことですよね、まあ、それでかどうなのかそれ以降、も企業法っていうのはずーっと難しくなる一方ですよね、でついに前回は平均が40%を切っちゃったっていうとんでもなく難しくなっちゃったんですよね、まあ、特にこの,この辺りですよね、この辺りの難しさは本当に もう大変でしたよね。どこまで細かいところを覚えなきゃいけないんだという感じだったんですけども、まあ、今回も細かい足はもちろん出てるんですけども、まあ、50%はち,ちょっと言い過ぎかな、50%でもないぐらい、今回は平均点でいくんじゃないかというふうには思ってます。ただ、これっていうのはその足自体はね、以前と同じようにその細かいところを聞かれてますので、それがたまたま あのこう丸が2つは何とか判断がつくとか ×2 つ判断つくからということで正解は割と正解に達しやすかったというそういうようなものですのでですから対策としてそんなに今回優しくなったから点数取れたからもう次回からは緩めていいというわけにはいかないとは思うんですね。はい、で分野別の取材数に変えってみますと分野別の取材数ですねちょっとした変化がありまして商法が 1、えー、一問になっちゃいましたね今回括弧、えー、の中は、えー、前回の取材数ですでまあその他に1が入ったんですけどもこれがあの、えー、っと会社の登記っていうことですね、えー、その問題が1問取材されたということですよね、まあ、あとはそんなに大きな差はないですね、えー、以前と違いはなくて、まあ、要するに全体からまんべんなく出てるので特に特定の分野勉強しなくていいとかいうことはないっていうことですね はいでまあ、難易度は先ほど申し上げましたように細かい足は多かったんですけどね、正誤が明らかである足が多くて解いてるときには確信持てなくても蓋を開けてみれば意外と点数が取れているという感じはなかったのかと思います、でまあ、ここ数年の難化傾向からすれば、まあ、かつての平均的な、まあ、50%ぐらいっていうのがです、ね、この一番あの、えっと、点数としては まあその解いてても難しくもなく優しくもなくっていう感じでちょうどいいんじゃないかっていうのがだいたい 50. 点何パーセントぐらいですねだから本当はこの平成29年の5月ぐらいのこんな感じじゃないかと思うんですけどねまあ,あのどうだったでしょうかということですただまあいつもお話してますように難易度というのはですねそのどんなに細かい 足が細かい条文が出てもその条文たまたま知ってたよっていうんだったら確信持って最後の判定つきますよねところが逆にど真ん中聞かれても期間のど真ん中聞かれてもたまたまその条文知らないっていうことになればそれは自信持って足切れないですよねだって例えば少数株の試験でね100分の1なのか100分の3なのかとかっていうのは覚えてないから取れないじゃないですか。 で今回の,あの公衆縦断期間でも3年なのか5年なのかって覚えてなきゃそれは解けませんからねですから結局はその難易度っていってもその取材された条文自体の難易度というよりも自分が知っている条文が出れば優しいと感じるでしょうし知らない条文が出たら難しいと感じるでしょうから結局勉強する範囲をどこまで広げるかの問題なわけですよねでまあ最近この例でお話ししてるんですけどもまあその勉強をですねこの富士山に勉強量を例えるとですね以前は えーまあ、このここから上ぐらいですよね、まあ、8合目まで上から、まあ、頂上がねあの非常によく出る、まあ、いわゆる世間でいう英論点ですよねでそこからこう下に下がってきて8合目ぐらいまで勉強してれば、まあ、80点取れましたよっていうような形だったんですけどもそれがこの、えー、やたら難しくなったあたりではですねそのもう1号増えてね7合目まで手を広げないと。 なかなか80点取れなくなっちゃったとっいうそういう感じなんですね、で今回は、えーまあ、そのやはり細かいところまで、ね、7合目のところまで降りてきて勉強しておかないと、その生後の判定がなかなかつきにくかったんじゃないかと思うんですよね、でこの8合目から7合目っていうのは、この1合分降りる距離ではなくて、えー、ここの体積、増えるっていう感じなんですよ。 体感的には。ですからまあ、8合目までの勉強で良かった時代に比べれば、まあ体感的に1.2倍から1.5倍ぐらいの勉強時間が必要なんじゃないかというぐらいには思います。で、じゃあどうやってこの勉強するかっていうことですけども、基本的にはまあ担当テキストと、フォーサイトっていうレックではテキストをですね、3分冊でそれを使ってます。で、一問一答だけで十分なんですけども、これをやはり ご自身で読み込むというよりはですね、担当上級講座を主張していただく方がやはり効率的だと思うんですよね。で、さらに穴をなくしたいのであれば、まあ、6本読み込むとか、といってもこれなかなか耐えられないですからね。ですから、そういう方には、築城解説という、えー、いい、えー、教材が築、築城、築城じゃない、これ、つ、つ、いになっちゃった。築城、えー、解説ですよね。 これは、あの、一条一条条文が書いてあって、その趣旨が短く書いてあると説明しているというものですね。ですから、六本読んでるだけだと、単調で退屈だという方には、築、え、城、ー、解説を読んでいただければですね、えー、趣旨も含めて、これ論文の合格まで使いますからね、辞書的に使うのにも良い手法だと思います。 はい。で、以上まとめますと、企業法に関しては取材形式、分野別取材数に大きな変化はなくて、難易度はここ数年の難化傾向からすると優しめではあったけれども、次回以降もこの難易度が続くかどうか不明なので、2023年12月担当に対する対策も、従来と同じく条文とハレの知識を時間が許す限り増やしていくという方針でいくほかないとは思います。はい。で、もうちょっと具体的にじゃあどういう勉強方法を 取ればどんな問題が出ても企業法で80点以上取れるかとということですね企業法以外の科目って難易度の変動がめちゃくちゃ激しいじゃないですか今回なんか管理会計が前回は優しかったのに今回はめちゃくちゃ難しかったっていう話も聞いてますのでねそうするとやはり企業法っていうのはまあ基本的に条文と判例有名な判例しか出ませんから、まあ、その極端に変な問題はそれは出しようがないわけですよだからその企業法で80点以上 取れるっていうことにその力があればやはり合格可能性は随分高まってくると思うんですねで何が出るかっていうとまあ、元に戻るわけですけども結局条文という名の判例しか出ないしそういう条文の解釈なんか出ないわけですよあるかないかその条文があれば丸なければバツそれだけしか問われないですね要するに知不知の問題ですので知ってるか知らないかだけの問題ですのでねですから、えー、その 勉強方法としましてはですね基礎的な知識、まあ、70点分ぐらいのインプットについては、えーまあ、その一問一答をね間違わなくなるまで解くっていうのが一番効率的かもしれないですよね。えー、で、まあ、それで一問一答だけでね講義も聞かずにそれだけやって受かるという人も毎年何人もいらっしゃいます。えー、でただですねやはりあの この一問一答だけで受かっちゃうと論文に入ってからの勉強がなかなか大変なことになりますのであんまりその方法はお勧めしません。でまた一問一答自分一人で解いていくっていう方法ですとね企業法の基礎知識がすでに身についていないと疑問ばかり出てきてですねなかなかはかどらないですよねあるいは途中で嫌になってしまう可能性もあります。でもし一一問一答を解くという 方法を取る場合その場合はですね間違った足だけでもいいですから築城解説やあるいはお使いの六法に当たって見てですね生の条文を読んでみるっていうのがやはりこれはぜひやってほしいと思うんですよね皆さんなぜかその条文引くのがお嫌いな方が多いようなんですけどもやはり試験員の先生も生の条文から問題作ってるわけですしねで読んでみると意外な発見が。 今まで思い込みでこういうふうになってるだろうと思ってたのが読んでみたら違ってたってことも結構ありますからねやはり条文はできるだけ見ておいた方がいいとは思いますねでただまあ一問一答そのまま、うん、その自分でやっていってもですねやはりなかなかはかどらないっていうこともあると思いますので企業法の基礎的な知識に自信のない方や、まあ、確実に80点以上取りたい方は担当上級講座を聞いていただきたいと思います で講義を聞くことはですねご自身で一問一答解くペースメーカーとしても有効でしょうし、まあ、講義ではかなり基礎的なレベルからお話し,しますので、えー、その基礎知識に自信のない方っていうのはやはり講義を聞かれた方がいいと思いますよねで講義の方法としましては、えー、具体的には講義ではあらかじめマーカーを引いてあるテキストプレゼンターに移してですねで自分でご自身で読んだだけでは分かりにくい条文であったりあるいは うっかり読んでしまうと誤解しやすい条文の解説を中心にあと論文対策も兼ねて条文の趣旨を短く説明していきますで条文の趣旨を覚えることは負担になるって思われる方もいらっしゃると思うんですけどむしろですね記憶の定着にはやはり有利に働きますし理由も分からず結論だけ覚えるよりはですね趣旨というのは条文の存在理由ですからねそれを一緒に覚えた方がむしろ結論も覚えやすいんじゃないかというふうに思いますでその講義で プレゼンターに移すそのマークしてある部分というのは担当式試験で過去に取材された分野とまだ取材されてはないんだけどもまあ今後今までの取材傾向からするとやっぱり出ておかしくないよっていうところをマークしてあるんですけどねただその昨今の,その細かい枝葉の条文まで聞かれるっていうそういう傾向からしますとですねまあ条文自体の,その重要性とは無関係に取材されますから。 マークしてない部分からの取材もないとは言えませんので、まあ、最近特にねその傾向強くなってきましたのでだからまあ面倒くさいって方はあのマークせずにねマークせずに講義内容の要点をテキストにメモするという受講スタイルでもいいと思いますでそのテキストにプレゼンターに写すテキストはですねあらかじめその書き込んである部分もありますでそれについては時間をできるだけ取りますのでその書き込んである部分は写してもらった方がいいと思いますマークはししててもももなくてもいいですけども 書き込みはしていただいてあとは講義内容を聞いて、えー、それをこうメモしていくっていう形で、えー、能動的に勉強していただければですね、えー、記憶の定着にはよろしいんじゃないかと思いますでその後は、えー、担当上級講座を聞かれたらですね担当ポイントアップ答弁と、えー、担当の公開模試ですねこれはぜひ受講していただきたいと思いますでこれは足と足の関係から正解を導く技術っていうのも習得することができますし受験生の中で自分の位置を 知ることもでできますのでぜひ、えー、担担当当ポイントアップと担当公開しこれはあのテキストに、えー、その時間の関係でねテキストの改定期間の後に出た判例なんていうのはテキストにもちろん入れることできませんのでそれも「担当ポイントアップ」答弁では取材していくことは可能ですので、えーまあ、新しい知識を身につけるという意味でも答弁は受けていただきたいと思いますね。はい こんなところで、なんか、えっと、いつもと違って随分、時間が早く終わっちゃいそうですけども、何か言い残してるとかないですかね。今日、今回どれぐらい皆さん撮れてますかね。その、試験当日の回答速報会ではまあ、ま、80%取ってほしいですねとか言っちゃったんですけどね。え、ま、80ってのはもちろんその、それぐらい取っていただければ本当に嬉しいというか、 ありがたいっていう数値なので、もちろんその合否自体はね、全科目の総合点で決まりますので、企業法で80を取れてなくても他の科目で合格点総合で取れてればそれでもちろん問題ないんですけどね、いかがでしたでしょうか。はい。ということで、でその各問題の特に難しかった問題についての解説については、 回答速報会の方でその正当可能性が低そうな問題をピックアップして解説してますのでそちらの方もぜひ聞いていただきたいというふうに思います。はいということで今日はもう時間早めですけどもこれで終了したいと思います。どうもお疲れ様でした それでは時間になりましたので担当分析会管理会経論の方を始めていきたいと思います。担当アレクセですすよろししくお願いします、はい、えっと、まはあ、管理会経論の分析を、まあ、始めていこうかと思うんですけど、まあ、今回の5月の試験の問題と、まあ、あとあの次の,、ね、その12月の試験に向けた対策について、ね、ちょっと話をしていこうかなと考えておりますで使うものとしてはこのレジュメとあと問題ですね。 使用していきますので、ちょっとお手元にご用意いただければなと思います。でまずま、レジュメについてめくっていただきますと、まあ、今回の試験のまあ形式的な分析っていうのを載せておりまして、まあ、このあたりはもう大丈夫かとは思うんですけども、まあ、例年通りの出題ということになりますので、あの基本的に次の12月の試験についても、あのまあこの試験と同じような、ね、形式にはなってくるのかなとは思います。 でまあ、難易度については、ね、なかなか蓋を開けてみないとわからないところなので、まあ、難しくなるのか、簡単になるのか、何とも言えませんけども、まあ、ちょっとその、まあ、前回というか前々回ですかね、昨年の12月の試験というのが、まあまあ、管理会計、問題としてはそんなに難しい問題ではなかったというところがあり、まあ、それぐらいのレベル感というのを想定していた方にとっては、今回は、ね、結構難しいなという印象を持たれた方が多かったのかなとは思います。 理論も計算も結構、どちらも難しくなっているかなと思います。次の12月の試験に向けては、基本的にはやっぱりこの直近の試験のレベル感というのを想定した対策をやっていくことになるのかなとは思いますので、今回のこの試験問題ですね、これをしっかりと分析したで、まで、今後どういう対策を取っていけば、これぐらいのレベル感の問題が解けるようになっていくのかというのを模索していくことにはなりますね。はいで 次のページに今回の試験問題に対する各問題ごとのコメントとあと、まあ、この問題は特に、ねまあ、取ってもらいたいなと確実に取っていきたいなというところと、まあ、この星がついているもののうち半分ぐらいは何とか正解したいなというものとあと、これは間違えてもいいですよというふうに、ねまあ、この3段階で評価をしているんですけども。 まあ計算に関してはねこの問題の4番の個別原価計算と、まあ、問題の5番の総合原価計算と、あと問題12番の CVP 分析ですね、まあ、この3つについては、もう時間無制限で落ち着いてやっていけばね、あ,のある程度、円周量を、ね、積んできた方であれば、まあ、確実に正解できるレベルの問題になってくるのかなとは思いますので、まあ、もちろんね、まあ、現場では時間の制約っていうのがありますし、 やっぱり人生かかってますからねあの、なかなか答えが出ずに焦ってしまって、ね、間違えてしまうみたいなことっていうのはあるのかなとは思うんですけどあの、やっぱりこの試験開けてからあの相談とか、ね、あの何件かいただいていく中で、まあ、管理会計があんまりいい点数取れない方に共通するところとして、この辺りの取りこぼしをやっぱりやってしまっているという方が、まあ、多かったかなという印象ですんでね、ね、まあ、この4、5、12の3問の計算っていうのはなんとか拾いたかったかなというところです。はい まあ特にこの中でも問題4ですかね、ここはもう絶対間違えてはいけないレベルかなとは思います、まあ、とはいえ、ね、そんなにむちゃくちゃ簡単かというとそういうわけでもないんですけれども、ただ、個別原価計算の割とシンプルな内容にはなっているので、まあ、基本的な知識さえまあしっかりと、ね、あの備わっていれば対応することが十分できる内容だったかなと思いますただ、冒頭でも申し上げました通りね ちょっと今回の試験は全体的に難易度が高くなっているとあの、明らかにこれがすごい楽勝の問題みたいな問題っていうのが計算問題には含まれていないので、まあ、どれも、ね、あの落ち着いて考えればそんなに難しくない問題っていうのもありますけども、まあ、とはいえ、ねあの、そういった本番の緊張感の中だと、まあ、難易度は高く感じてしまってもしょうがないかなというところではありますね。はい ただ、その中でも取っている方は、ね、あのそれなりの点数を取っているわけですから、まあ、この辺りの3問というところの取りこぼしはなんとか防ぎたかったかなという感じですでこのまあ3問について、ね、できなかった要因というのは大体共通しているのかなというふうには思うんですけどもやっぱりまあこれは円周量によるところが大きいかなというふうには思います。 特に問われている内容自体、ね、何か構造的に複雑なことが問われているわけでもないですし、何かの推定とかを、ね、求めてくるような問題でもないので、まあ、現場対応的な要素というのが極めて少ないわけですよ、まあ、もちろん形式は問題集の問題とは違いますけれども、ただ類似問題というか、ね、あのまあ、似たような計算というのは確実にやっているような話になりますので。 まあこの3問についてできなかったとっいうのは、まあ、そういった問題集の演習量っていうのがちょっと足りていない可能性っていうのが、まあ、あるのかなとは思いますので、まあ、できれば今後の対策としてやっぱりこの計算問題集の回転数をとにかく上げていくということにつきますね。はい、まあよく言っていることではありますけどね。 まあ問題集を回していくというところで、まあ、できれば最終的にはそういった1時間あれば1冊回せるぐらいのね、まあ、そういうレベル感まで仕上げていくっていうのが、まあ、今後の試験対策としては重要になってくるとでしかもまあ問題集を、ね、回すっていうのは、まあ、その単に基本的な知識っていうところの精度を高めるだけではなくてやっぱりこれだけ自分はやったんだっていう一つの自信につながっていきますんでね もう自分はやることをやったんだという、ね、そういうい自信があればあ,のある程度、本試験でも、ね、あの答えが出なかったときに冷静に自分の計算の問題点とかというところを、ね、あの答え出ないときにそこの見直しをす進めることができるのかなと思いますので、まあ、今の試験だと、ね、どうしてもその一発で答え出すとかっていうのが結構難しいことが多いわけですよ。 あの皆さんも本試験の中であの計算解いたはいいけれども、まあ、全然選択肢に答えないなって経験は、ね、多々あるかと思うんですけど、まあ、その時に落ち着いてね、まあ、自分のその計算の間違いっていうところがどこなのかっていうところを発見できるかどうかっていうのは、まあ、そこの自分の計算力に対する自信っていうのがすごく大きなファクターにはなってくるんでね。 ななかなかそもそもの基本的なね知識レベルでちょっとここ不安だなとかっていう気持ちを抱えてしまっているとまあそういった自分のケアレスミスとかにすら気づけない可能性が高まってしまいますからまあ問題集を回すことによって知識の精度を高めるっていうのはもちろん重要なんですけどもまあこんだけやったんだっていうねその自信があの自分のそういった計算力のアップにもつながっていきますんでね。 だからまあこの辺りはね本当にあの努力量というのがものをいうところかなとは思います、はい、であとはまあ今、計算力に対するまあ信用とか自信みたいな話をしましたけどあのそういったものをつける上ではやっぱり普段からある程度の成功体験というのがないと、ね、なかなか自分の計算力に対して信用というのをね持つことが難しいのかなとは思うので。 まあ次の,その12月の試験に向けては、担当ポイントアップ登壇とかがレックだと、そういった実践的な演習の機会としてはね、ご用意がありますけど、そこである程度の得点っていうのを取れるように仕上げていくっていうのが重要かなとは思います、まあ、次の12月がね、初受験の方っていうのはなかなか、担当ポイントアップ登壇とかでいい点数を取っていくっていうのは難しいんですけれども、今回の5月っていうのが、もう一旦その本目標として受けてますと。 で次の12月っていうのが2回目、3回目の試験ですっていう方については、まあ、やっぱりこの当連でねいい点を取るっていうところは、まあ、これ一つの実施につながっていきますんでね大体9月ぐらいから始まるかと思いますのでそこまでに調整かけるっていう前倒しの勉強っていうのをとにかくね意識的に取り入れていただければなぁとは思いますね、はいまあ、当連で大体いい上位10%ぐらいにね安定して入っていればまあ 本試験で分からない問題を見ても、まあ、自分が分からないから、まあ、9割の人間分からないでしょうっていう感覚にはなりますのでね、まあ、そういう、ね、安心感というのが得られますので、ぜひともそこの成功体験というのを作れるように、今から、ね、あの残り3か月ぐらい、当練始まるまでありますけど、まあ、調整かけていっていただければなとは思います。はい であとまあ計算問題でいうとなかなか残りの問題が、まあ、癖がある問題といいますか、まあ、どれも、ね、そんなにたやすい問題ではないという感じなんですけどもただまあ残りの計算問題の中だと、まあ、ま,あまだ、ね、取れている可能性があるかなと思うのは問題の8ですかね、標準原価計算の問題とあと、これも人によるんでしょうけど まあ過去問とかやってた方であれば問題15ですかね、平成31年の本試験の類題ですのでね、ね、まあ、このあたりっていうのはまあまあ正解している方もいるんじゃないのかなとは思います結構、日目別とかはこれは結構テンパって答えが出ないってことが多いのかなとは思うんですけども、まあ、標準原価計算はちょっと数字が気持ち悪いっていうことはありますけども、あの似たような問題は問題集にも掲載がありますんでね。 あのこれはまあ見覚えがあるなっていうところでちょっと落ち着いて対応できた方もいるのかなとは思います、はいまあ、とはいえ、そんなに、ね、あの簡単でもありませんのでなかなか大変なところなのかなとは思いますけども、まあ、残りの計算問題で、まあ、半分ぐらい本当に取れていれば、ね、あのかなりいい点数になったかなという感じですかね、はいまあ、基本時間はありませんので、ねまあ、どこにリソースを割くのかの世界にはなってきますから。あのー 以前から言っていることではあるんですけど、あの基本的にはもう解いた問題っていうのを合わしにいくしかないのかなとは思いますので、ねまあ、なかなか確実に自分が着手した問題を、ね、最後まで正解出せるというのは難しいかもしれないんですけど、まあ、そこの解答精度を上げていくというのが、まあ、一番、本試験の得点を安定させる上では、ね、重要なのかなとは思いますので。 まあ別に全問題ね着手する必要性もありませんからまあ計算2問ぐらい花から捨てるとかって意識でも構わないと思いますしただ、その代わり6問についてはね確実に合わしにいくみたいなまあそれぐらいの回答制度っていうのをね各分野でやっぱり携えていく必要性があるのかなとは思いますね、は。い まあ本当にちょっとシビアな科目だなと思いますけどね、あの1時間20分ぐらいの、ね、試験時間にしてくれたらいいんじゃないのかなとは思うんですけども、も1時間でこれのだけの分量というのは大体の受験生解けませんから、まあ、そこはもう時間はないという前提のもと、ね、あの戦略的に回答というのを、ね、あの導き出していくしかないのかなと思います。はい、またそういうい、ね、ちょっと どういうふうな回答の方針が自分に合っているのかというのも当連の演習なんかを通じて、ね、あの考えてもらえればとは思うんですね、まあ、全問題を触れていくのかあるいは花から2問捨てて残り6問に全てのリソースを割くのがいいのかというところはいろいろ試していただいて、まあ、自分に合った方法というのを、ね、模索してもらえればなと思います、はい、でまあちょっとレジュメの方はね、一旦置いておいていただいてあの今度 理論の話とかもしていこうかと思いますんであので、本試験の問題をご用意いただければと思うんですけど、まあ、こちらの問題1、いつも通り原価計算の、まあ、総論的な話というか、まあ、理論問題になってきますけども。 まあ大体いつも問題1の理論というのは、ね、結構難しいことも多いので、まあ、あんまりいいイメージを持っている受験生少ないんじゃないのかなと思いますけど今回もやっぱりちょっと難しいですねただまあ選択肢の「あ」についてはこれ絶対×だとうう判断できてほしいところではありますね、まあ、最後の一文が間違っているので、ねまあ、この実働時間が段取り時間と直接作業時間から構成されるという書いてますけど まあ実働時間というのはこの段取り時間と加工時間の合計の直接作業時間と間接作業時間から構成されているので直接作業時間と間接作業時間から構成されているということが分かればまあここはねおかしいということに気づけますので、日目別計算の知識があればまあ対応することができる選択肢になってますはいますこ。こ でできるとところななのかなとは思うんですけどただまあいかんせん残りがあんまりねあの確実にこれが正解でこれが間違いというところがあの判断がしづらい問題で特に選択肢の絵がこれ間違ってますけどまあ間違ってそうだなという空気感は分かるかと思うんですけど自信を持って絵が間違いだという判断はできない受験生が大半かとは思いますまあ最後の一文に余計なことが書かれていて。 まあ原価計算担当者にとって物量こそが管理すべき変数となるっていうねまあなんか分かるような分かんないような記述が書かれているわけですけどまあ製造現場ではねまあその物量に着目した原価管理活動っていうのが行われていくんで物量情報っていうのがすごく重要な意味を持ってくるわけですけどまあ原価計算担当者っていうのは別に物量に責任を負う立場にはありませんのでね。 物量こそが管理可能であるみたいなそういった表現になっているわけですけども、まあ、そんなことは別にありませんのであのそもそも原価計算担当者は物量に責任を負う立場にないというところから絵、まあ、は罰であるという判断をしてもらいたいそういう選択肢ですでこの問題はちょっと変わっている問題で大体いい例年、まあ、原価計算の基準の文言そのまんまとかっていう感じで出てくるんですけども問題1っていうのはでもこの問題は まあ原価計算基準のそういった文章を初めに載せてその後に試験委員の解釈っていうところを載せてきているんでまあこういう室内の仕方っていうのはこれまで今もあの一度もなかったと思いますからねまあちょっと変わった取材だなっていう印象を受けましたねはいまあ次の試験もこういった問題が出てくる可能性っていうのは全然あり得るんでねなかなか対応が難しいところかとは思うんですけどただまあ明らかに選択肢の絵なんかはね まあこんな物量こそが管理すべき変数であるとかっていう、まあ、これ違和感は相当覚えるかと思いますんで、まあ、そういった違和感っていうところをちゃんと持てるようにあの今後のね理論対策っていうのを進めていただいて自分の直感をね信頼してそこは選択肢の整合判断をしてもらうといいのかなと思います結構、この担当ではやっぱり直感っていうのも大事と言いますかあの直感っていうのは単なる感ではないんでね やっぱり経験に基づいて、まあ、これはおかしいとか、これはなんか怪しいなとか、っていう、まあ、そういった、ね、センサーが働いているわけですから、まあ、それっていうのは努力の賜物なんでな、ね、まで、あ、単にそれは運に任せているわけではないんでね、ねそういった直感力っていうのを、ね、今後の勉強で培っていくっていうところが、あのまあ、こういった問題に対する対応力を上げる上では重要かなというところです。はいで 次の問題の2番、日目別計算ね、これ、まあ、さっきもちょっと軽く難しい問題ですよって話はしましたけど、まあ、難しいとは言っても結局、1箇所の読み取りの問題で、ここの資料の5番さえ正確に読み取れれば別に難しくはないわけですよ、ここだけですね、ちゃんと読み取れるかどうかがポイントになってくるのは、この資料5番があんまり見覚えがない資料で、この提示内作業時間と残業時間。 そして間接作業時間と手待ち時間というところが一つの表の中にまとめられていて非常にまあ見づらいというかね底意地が悪いなという感じがするんですけどもまあ手時内作業時間とか残業時間とかっていうのはこれまあ出勤表からね引っ張ってくるデータで間接作業時間とか手待ち時間とかっていうのは作業時間の報告書から引っ張ってくるねそういったデータになりますので。 まあ本来、ね、このデータを引っ張ってくる書類が違ってくるので資料としても分けてある問題っていうのが通常なんですけどもこの問題はそこを一緒くたにしているので非常にまあ紛らわしいというか、ね、あのそういった見間違いみたいなものが生じやすい内容となっています、まあ、何がポイントだったかというと提示内の作業時間と残業時間の合計 まあここから間接作業時間と手待ち時間を引いたら直接作業時間が求まるっていうその辺のね、まあ、情報整理ができたかどうかがとにかくポイントになりますもうそれができれば別に一個一個の計算は難しくはありませんのでこの資料5番の読み取りですねここができたかどうかっていうのがポイントですとでもうこういうものっていうのはねあの作る人によっていろんなフォーマットで資料っていうのを与えることはできますんで 事前に、ね、試験であの出るかもしれないという、ね、そういった資料の与え方っていうのを全部押さえておくってことはもう不可能ですから、まあ、こういうのは本当にさっき言った通とだい大体一発で答え出ないんですよ、大体の人は、ね。ただ出ないんですけども、出なかったときに落ち着いて自分が何か、ね、ケアレスミスをしていないかとか、まあ、資料のそういった読み間違いをしていないかという、冷静にそこを分析できるかというのは、そこは自分の計算力に対する自信があるかないかどうかにで変わってくるので。 まあ、とにかくそこの自信をつけるということが、ね、あの重要な今後の、ね、課題になってくるかなとは思います、はいまあ、本当にちょっと意地の悪い問題だなという感じではありますけども、まあ、一応、経験値としてこういった出し方があるんだというのを、ねまあ、覚えておいてもらうといいかなと思います、はい、で次の問題さんは今回の理論だと一番簡単ですねこれも確実に正解してもらいたいですね もう、絵については明らかに期待実際創業度の定義が間違ってますし絵についてはこれ過去の本試験でも何回も出てますね、個別原価計算では、間接費を固定費と変動費に分けるわけですけども、準固定費と準変動費の取り扱いとしてはそれらを固定費部分と変動費部分とに分解するか、あるいは固定費に帰属させるか、あるいは変動費に帰属させるかというそこの選択適用になりますんでね。 まあ原則容認関係ではないんだというここの原則としてとていうところが誤りだとこの辺りは一問一答やっていればねあの確実に正解できる内容かなと思います、はいまあ、これ間違えているとそもそものそういった理論の演習をやってきたのかという話になりますのでねここは絶対正解しなきゃいけないところです、はい、で次の問題4もさっき言ったう通りこれは計算の中だと一番 取り組みやすい問題だったかなと思いますんで、まあなんとか正解してもらいたいところですね。構造的には難しくないんですけど、ちょっといやらしいのがこの資料2番が文章で示されているってところですかね。まあ、こういう補修を行ってね、追加の製造差し書なんかを発行しているわけですけども。 上の資料にまとめておいてくれればいいんですけども文章でこういうふうに、まあ、どういう補修作業を行ったかとかがデータとして示されていて、まあ、いちいち読むのがめんどくさいって感じでね、うん、まあこれ読むだけでもちょっと時間かかるっていうところで、まあ、そこでまあこの問題飛ばそうかなっていうふうに思ってしまった方が結構いるんじゃないのかなとは思いますはい。 構造的には難しくないって思える問題であれば着手した方がいいわけですよ、多少手間かかったとしてもねそこはもうあの時間かけてでも確実に正解しにいくっていうスタンスが重要かなとは思いますんでね特段、これ推定とかも何も挟んでいない問題になりますから、まあ、個別原価計算の基本的な知識さえしっかりと固まっていれば、まあ、基準の35番の知識がしっかりと固まっていればね正解できる内容となりますんでね。ここは なんとかか、ね、着手してて合わせてもらいたかったっかなとというところです、はい。で次の問題5番もこれも見た目が難しいんですけど落ち着いてやっていけば、ね、できるはずなんでこの冒頭のここの文章でもうね着手するのやめようって考えた方も結構いるんじゃないかなと思います。 だから今回の試験はちょっと見た目じゃ本当に難易度が測れないといいますか、ね、ちょっと解いてみないとわからないというところではあるんですけども、まあ、この問題は普通に工程別総合原価計算の問題で、まあ、第2工程は国別総合原価計算をやっていくわけですけども、まあ、一個一個の計算自体はそんなに難しいことは問われていないので、ここの冒頭の指示の読み取りっていうのができたのかと、あと、こちらの資料3番の かっこ3もここの条件とかをちゃんとね計算に反映させることができたのかというのがポイントになってくるかと思いますこの辺りは別に見たことないでしょうからね、まあ、現場で対応していかざるを得ないわけですけどもただ例年総合原価計算でこういった工程別の総合原価計算の問題というのは本試験でも本当によく出てくるわけですけどそんなにこれ前の試験でも構造的にこれが難しいとかってことがほぼないので まあもちろん逆算させる問題とかちょっと難しく感じやすいんですけども、も、まあ、こういうい普通に完成品原価の計算をやらせる問題で難しかった試しがほとんどありませんから、まあ、時間はかかってもね落ち着いてやっていけば正解にたどり着けるっていう可能性が高い問題になりますんでね、ねまあなかなかこれも現場でこの問題いけそうだなっていう判断が難しいかと思うんですけども、もまあなんとかね解いて正解してもらいたい内容だったかなというところではありますかね。はい またできなかった方はちょっと答えとか見ずに、ね、あの最後の回答前にたどり着けるか確認してみてくださいで次の問題6のクイベス総合原価計算についての理論で、まあ、これはちょっと、ね、選択肢の「あ」が難しいかなと思います、まあ、これ見たことない選択肢だと思いますので過去にまあこういった選択肢はあの一度も出たことがありませんので あのちょっと変わった引っかけになりますけどこの2行目の製品別計算のために加工費を集計する一定の製品単位すなわち原価単位を定めるって書いてますけどこれはまあ製造原価が正解ですので、まあ、加工費って表現がおかしいというところでこういうまあ引っかけ問題は初めて出てきましたねだからちょっと1回読んでも間違いに気づけない可能性がありますねただその代わり選択肢の「いい」っていうのはこれも楽勝ですねあの 製品別計算は単純総合、等級別総合、組別総合、個別原価計算の4つに累計化されますけども、いずれも原価集計単位が基幹生産量と言ってますが、まあ、当然、個別原価計算は製造差し出所が原価集計単位なので基幹生産量ではありませんから、まあ、このあたりも過去に同じような選択肢っていうのが出てますのでね、そういった過去問をやってた方は、確実に×だとうう選べた方は思います。で 次の問題7、これが意外と間違っている受験生多かったかなという印象があるんですけどもう明らかに選択肢うの「う」のこれ原価の減っというところはこれ原価維持というのが正しい表現ですし「え」についてはこれ正常原価の定義になってないんでね。 まあ明らかに間違いなんですけど、結構、意の選択肢の整合判断がつかずに、これ意が間違っているんじゃないかとうう、ね、考えて選択肢を、ね、選んでしまった受験生が、まあ、結構多かったかなという印象です、はい、この過重平均標準価格を用いたぶどまり配合再分析ですね、まあ、この論点自体切ってしまっている方は、ねあの、なかなか意については整合判断できないと思うので、もう勘で答えていくしかない部分がもしかしたらあったかもしれないんですけども。 ただ、うとえは明らかに間違いなんでね、まあ、これもまあ個人的には正解してもらいたい問題だったかなという印象です。はい、で、次のまあ問題8は、ちょっと難しいというかね、あの資料が汚い問題ですね。ただ、似たような問題は確実にやってるはずなんでね。 まあ落ち着いて対応できたかどうかというところです、はい、またちょっとこれも見直しを進めていただいて、まあ、見直さなくてもいいかな、この問題は、あんまりいい問題とは言えないところがありますから、はいまあ、ちょっと変わった問題だという認識で OK ですで問題9は管理会計の基礎知識で、まあ、これもちょっと難しいですね、案については確実にツだという判断ができると思うんですけど、これも過去に、ね、こういった選択肢って出てますからね。この 個別計画を策定するための管理会計は意思決定会計で、まあ、期間計画、まあ、これを策定し、そしてまあこの期間計画に基づいて統制をしていく、まあ、これ、業績管理会計ということになりますのでね、ね、まあ、この管理会計の体系については、あの講義の中でも、ね、管理会計分野の初めでお話をするところになりますので、ここはもう普通に正解というか、ね、ツだというふうに判断できるかと思うんですけど。 まあ、うについてはちょっと難しいですね中長期の経営計画が設定された後に戦略の検討がなされるって言ってるわけですけどこれはまあ前後関係が逆なんでね戦略を策定してから計画を立てていくんだとこの辺りは経営学やってないとなかなか厳しいかなっていうところですはいだからまあ現実的にはなかなか、あのー、確実に正解するみたいなことが難しいと思うんでまあ意とうとえで まあこの辺りで、ねあの、あは間違いなんで、選択肢を絞り込んでいくしかないかなというところです。で、次の問題10、財務情報分析、まあ、これが管理会計の分野の中だと、今回、一番選択肢としては簡単だったかなと思うんですけど、まあ、あの ROE の展開式はね、これも覚えていれば別に、丸だっていうふうに一瞬で判断できますし。 位についてはこれ損益分岐点比率ではなくこれ安全余裕率の定義になってますからまあこれ明らかに間違いだってことになりますね。で、うがまあなんかねあのこういう書き方だとまあなんともこれ怪しいなって感じなんですけども固定長期適合率が100%上回る場合であっても固定比率が100%以下となる場合があるっていうこの場合があるとかって言われたらまあそういうこともあるのかなとかっっていう,うにちょ一瞬思を持っちゃいますけども、まあ、そんなことはまあ絶対ないんでね。 普通に、まあ、あの計算の定義式書いてもらったら分かる通り固定長期適合率の方が絶対小さくなりますからだからう、まあ、についてはツだということになりますね、はい、だから糸、まあ、が確実にツだというところでね、まあ、なんとか正解できる内容かなというところではあります、はい、で問題11がこれ資金管理の問題で、まあ、講義の中でもね 基本資金管理というのは計算でそんなに頻度が高く出てくるところでもないですし、出てきても基本的に現場対応型の問題でまあ難しい問題が多くてあんまり着手する必要性がないと、キャッシュサイクルの計算ぐらいねできればいいですよという,ういうご案内をね上級の講義とかでもやっていたと思うんですけど、まさしくこの問題はキャッシュサイクルの計算が問われているんでまああので、頑張ってやればね正解できないことはないんですけど。 ただ、ちょっとこれ推定を挟んでいて、ここの推定ができるかどうかによって全ては決まってくるって感じですね。はい、なかなかまあ推定でちょっとケアレスミスが生じやすいような内容となっておりますので、まあ、実践的に正解できた受験生は少なかったのかなとは思います。はい ただ知識としては、ね、別にこの問題は知らないということはないと思うんです、まあ、上級の問題集の資金管理の章の2問目の計算問題に似たような問題がありますから、ね。この売上債権回転率を計算するときに売上高を使って、棚卸さん回転率を計算するときに売り減を使って、仕入れ債務回転率を計算するときにこれ仕入れ高を使っていくっていう、まあ、このそれぞれの回転率とか回転期間の計算を行っていくときに、まあ、この分母にとっていく数値が違いますよっていうね。 まあこういう問題は問題集にも掲載がありますのでもう次の試験で同じようなものが出てくることはなかなかないとは思うんですけどもただまあキャッシュサイクルの計算自体は論文でも問われるところになりますのでね、しっかりとこの辺の基本的な知識というところはね確認を進めておいてくださいあとすみませんちょっと時間がないので理論だけちょっと軽く見ておこうと思うんですけどまあ問題13の ところについて、まあ、これも管理会見の分野の理論問題としてはそんなに難しくはないですね。あと、うが誤りで、まあについてはこれ原価標準に実際の生産量を乗じたものが完成品の標準原価なんで標準生産量というところが誤りですね。う、はい、については、これは折衷方式による目標原価の設定方法として。 まず、成り行き原価を求めましょうって書いてますけど、これまず許容原価を求めて成り行き原価とすり合わせていくっていうのがまず一般的な流れとなりますんでね特段許容原価について言及されていないんで、まあ、この辺りは罰だろうなという判断をしていただきたいと、まあ、明らかに意と絵が正しいんでね、まあ、これも正解を選べるかなというところですですいません、ちょっと急ぎ足なんですが最後ちょっと問題16で。 まあこれ文献化組織の問題で、まあ、選択肢の「う」についてはこれ確実に×だって判断ができると思うんですこれ事業部の業績を評価するのに管理可能利益というのを利益ベースとして用いているので、ねまあ、事業部の業績ですからこれは事業部利益を使っていかなければいけないわけですけどもここが管理可能利益になってしまっているので間違いというところになりますで問題は「のい」のところこれがまあ合ってるか間違ってるか確実に判断 できる受験生というところが結構少ないのかなと思うんですけど、この各アメーバ組織が製品開発、生産、販売、管理などの全ての機能を持つ独立採算風と書いていて、まあ、こういう全ての機能をアメーバは持っているわけではあり,ありませんからね、アメーバってそんなねあの1つのアメーバの中に従業員が数百人とかいませんからね、全ての機能っていうのを兼ね備えたアメーバなんていうのは存在しませんので、まあ、このあたりが罰だということになりますね。はい ただこの辺っていうのはあの全く同じ選択肢を事前に見ておくなんてことは当然できないので特に管理会計の分野なんていうのはあの見たことない選択肢が出てくるのが当たり前になりますのでその時に対応できるかどうかっていうのは例えばこの問題でいうとアメーバ経営っていうのがどういうものなのかっていうある程度のそこのイメージを、ね、ちゃんと自分の中で固めることができているかどうかっていうのが重要になってくるので。 まあ単に、ね、そういった一問一答とかで、まあ、選択肢と答えというところを見ていくだけではなくてアメーバ経営というところがどういうマネジメントの方法なのかそのあたりというところをちゃんと、ね、自分の中でイメージを固めるという作業ですね、まあ、これを行っておくというのが今後の対策としては重要かなとだから管理会計の分野に関して言うと基本的に暗記の要素というのは少なくてやっぱり理解の要素が強いんでね ちゃんと内容的にそういったイメージを、ね、各分野ごとに持てるかどうかによって、まあ、この理論問題に対する回答の精度が変わってきますからだからまあテキストを、ね、しっかりと読み込んだりするっていう作業が重要で,で読んだ後にその内容をちゃんと分かっているかどうか、まあ、それをまあ自分でちょっと言葉に出してみるというかね、あのー、自分でそういった話してみてね説明できるかどうかというところを試してみていただいて、まあ、そ自分の理解度をチェックしていくとまあいいのかなという,ふうには思います。はい だからより丁寧な学習っていうのをね管理会計分野についてはやっていただいて範囲はそんなに広くはありませんからねあの1回ちゃんと理解してしまったらそんなに忘れる話でもありませんので、まあ、丁寧なそういったあの理論のアウトプットっていうところを意識したねあの対策っていうのを取っていただくといいのかなとは思います。はい すみませんちょっと急ぎ足になりましたけどもまあこれで管理会計のねあの分析会は以上となりますのでまず、あ、次ちょっと監査論に変わりたいと思いますので一旦ここで切りたいと思いますお疲れ様でしたはい、えー、それでは監査論の分析会始めたいと思います担当レクセニコシ久坂ですよろしくお願いいたしますえっ、ー、と監査論はですねまああの時間が経ってみて改めて分析をしているんですが。 あのなんかね今までみたいにものすごくできたっていう方があんまり聞かないんですねでまあものすごくできなかったっていう方もあんまりいないような気もするんですがあの改めてですね分析をしてみるとやっぱりあの問題の差が激しかったというのが今回の印象ですで、えー、後でねまた画面を映しますし皆さんのお手元にもレジュメあると思うんですけども正当可能性が高いとされている問題はやはり 取らなきゃいけなかったなっていうのは改めて思っていて、まあ、厳しいこと言うようですけども12問正当可能性高い問題あるんですが。 個人的にはもう12問ここで取りたかったなっていうような印象があります。一方で、正当可能性低い問題はまあ,まあ無理だと思いますし、中程度もね、1、2問取れたらそれで御の字かなというところで、まあやっぱりですね、13問から14問程度が合格のために、監査論としてはね、取っておきたかったかなというのは変わりなくと思っています。で、えっと、ちょっとね、個々の問題を 見ていきながら、まあ、皆さん、ね、このいろんな状況の方がいてそれこそ次に担当を、ね、初めて受けるから今、聞いてくださっているという方もいれば、えー、もう、ね、論文に向けて勉強するんだけど復習にしたいのでこの分析会聞いてくださっているという方もいろんな方いると思うのでちょっとあのいろんな観点で、ね、見ていきたいと思います。でえー、とまずですね ちょっと、え問題1、画面見えますかね。問題1からいきますが、あの、問題1は、正当可能性中程度としていてですね、で、ここは、あの、あと、いはね、なんか、一般論的な話が書いてあって、うん、合ってるのか,か、間違ってるのか分かんないなっていうところだったと思うんですが、うとえですね。で、うは、これ気づけましたかね。これは担当のポイントですよね。これは、 上場会社の監査を担当する会計士に対しては特別に単独監査とかね、一定の非監査証明業務の禁止。これはいいんですけど、就職制限、これ有名な論点でした、実はね。あの、就職制限は上場会社だけじゃなくて、いろんな会社就職制限ありますから、ここはね、私も最初、最初読んだ時に引っかかりそうになってしまった。ここはね、上場会社は特別に 就職制限があるってわけじゃなくて、就職制限はどの会社にも設けられているっていうところですよね。はい。で、ここがバツと。あとね、絵のところは、まあ、今後担当を受ける方はね、ここは押さえておいていただきたいんですがあの、新規上場した場合はですね、内部統制報告書を経営者は作らなきゃいけない。これはいけないんですけども、新規上場の場合は、まあ、バカでっかい会社じゃない限り、3年間内部統制監査は受けなくていいっていうことになってるんですね。だからここはあの、まあ あのまあ、過去にね実は過去,もで過去に出てるんで、まあ、ここは内部統制監査の実施は最初の3年間は不要だというところ、まあ、これでですね切れた方はラッキーだったかなということで、まあ、問題1はね、えー、ちょっと難しいと思います、中程度ですけども、ここは難しかったという問題です。 で、えっと、ちょっとね、時間があまりないので、さっといきますが、問題2ですねで。問題には虚偽表示に該当する状況を示したものの組み合わせということで、まあ、ちょっとね、これはあの正しいものというか、あの虚偽表示に該当する状況を示したものの組み合わせという問題でした。で、えー、これはですね、えー、と正当可能性高いにしている。なぜかというと、あの消去法で答えが出たという問題ですね。であの この貸し引きの見積もりですけど監査報告書日後に、ねえー、得意先の経営状態が悪化したので貸し引きが過小とこれ報告書日後は別に関係ないですからこれは虚偽表示でも何でもないというところでは分かると思うんですであとです、ね、絵の,この、えー、業績に影響を及ぼす特別な事項について直接的に開示を求める規定はないとつまり在期なんかで規定されてないんだけれども追加的に中期として情報を提供したと。これはまさに、ね、追加情報の話でですから虚偽表示でも なんでもないというところで、まあ、あと絵でこれは切る、もうさっと切るというような問題ですね。 はい。で、えっと、次、問題さんの特徴としてはですね、これね、これは、あの、レックだけ回答が違ってるのは、あの、あの存じ上げておりますが、うん、ここはね、あの、まあ、なんていうかな、あの、正直、我々は自信を持って5番って言ってるんですけど、正直、え、6番が優勢であることも分かっていますし、あの、私も最初初、見の時あの、実を言うと6番だろうなと思ったんです。なので、えー、ここはね、え、それでも私は5番が回答を出してくるとは信じたいんですけど、ただ、できなくていいです。できなくていい。じゃあ、ここで何を、あの、 皆さんに知ってほしいかというと論文対策として考えたときにはやっぱり五番なんですよ、回答、それをちょっと、ね、言っていきたいと思います、まずあです、ね、あは多忙なため理解してなかったと、もうこれはあの論外の話で正当な注意がかけてであの行使できないで、問題は、えーと、ちょっと前後しちゃってすみませんが、精神的独立性の欠如が直接的に認められる状況ということですね、であは正当な注意を行使できないような状態なので、まあ、あは違うと。 で、絵を先に見ますけれども、絵はですね、あの、利益目標を達成するために一部費用を繰り延べたいと相談されたんで、繰り延べることを容認した。もうこれは、癒着してますよね。え、これは精神的独立性を害しているということで、絵は答えになると思うんです。じゃあ皆さん、意と嘘で迷って、私も正直最初嘘かなと思ったんです。ただ、これ、いま一度ね、論文対策も含めて考えたときに、意は、これいいですか、監査人は、監査の過程で矛盾する証拠に直面してるんです。 直面しているのに、これまで大きな問題なかったから経営者大丈夫だよね。だから追加的な監査手続きを自ら実施してないんですよ。追加的な監査手続きをやろうと思えばやれる状況なのに、自らその道を閉ざしてしまってるんです。 ね、で精神的独立性の定義をちょっと読み上げますけどもこれあの精神的独立性って倫理規則の125の A1 に書いてありますが職業的専門家としての判断を危うくする影響を受けることなく結論を表明できる精神状態を保ち誠実に行動し客観性と職業的懐疑心を堅持できることと懐疑心を堅持できるというのが精神的独立性なんですよ。ということはこれ懐疑心を、ねえー あの会議心を発揮していないと、堅持していないというところで、やっぱりです、ね、心の状態として、まあ、あの独立していないんじゃないかというふうに読めるわけです、でえー、論文につなげたいのは、ね、このあと、ね、うですけど、確かにこれね、当初計画していた子会社の多さについて、経営者から合理的な理由がないにもかかわらず、多さを拒否されたと、でこれはまああのたまにあるんですよ、こういうことね。その時に やりたいんだけど、多さをしたいんだけどやむを得ず多さを実施しなかった、まあ、ここが、ね、しなかったというところが、ね、ちょっと引っかかるところであるんですよ多さできなかったっていうなら、ね、あのさらに5番の回答の可能性が高いと思うかもしれないんですがただ、ここはやむを得ず多さを実施できなしなかった。 だって拒否されたので、ここはまずね、一つ思い出してほしいのは、監査の固有の限界で、監査のね、監査手続きの性質のところに、監査人には、あの、捜査権限がないっていう話が、まずありましたと。なので、無理やりこれ、多さするのは無理なんですよね。そもそも無理だと。で、大差を実施しなかった。でも、ここ、ここは論文で考えたいのは、必ず論文で聞かれるとしたら、この時に、じゃあ何をしますか、多さは実施しないけど、 次、何ですか追加的な監査手続きをやるとでそれもできなかったら監査範囲の制約これ、選択この後に余地が残されてるんですよ、うは。応、ね、酬をしなかっただけで別にこれはやむを得ずできなかったんだからじゃあ、代替的な監査手続きをやるそしてその後ダメなら監査範囲の制約、い、e、は自ら追加的な監査手続きをやってないんですから。 やっぱりね、ここ、その論文で、もしこういう問題が出た時には、うのね、時に拒否されたらどうするか、じゃあ、多さができなかったら、代替的な監査手続き、そしてそれがダメなら監査範囲の制約、これ論文でね、生きてきますから、まあ、ここの回答がどうなるにせよ、やはり、あの、レックとしては5番ですけども、あの、まあ、とにかくね、うの選択肢はその先のことを考えて、それを論文で出たら書くんだということをね、ここでは、あの、学んでおいていただくと、まあ、次につながるかなと思います。ということで、 まあ回答は、レックは変えるつもりなくて、5番ということです、はい。では次いきましょう、えっと、問題4ですね、公認会計手法の問題いきますが、えっと、問題4はですね、あでなんでごめんなさい、問題3はそういった意味でね、えー、もう迷うところは確かに迷うと思うんで、読み方次第っというところもあるので、まあ、あの正当可能性は低いとしています。 で、えっと、問題4の会計手法ですね。これはもうねあの、できなくてしょうがないです。あの、未成年が会計士になれないって、これは、なんか、あの、知ってるようで知らなかったと思いますし、なので、未成年で会計士となることはできないっていうのが正しいのと、あと、一番下のね、会計士の名簿は会計士協会で備えるっていうのは、これはね、典型論点で、あの、昔、 金融庁に名簿を備えるとかそういう選択肢が出てたんですけどそれは誤りで名簿は会計士協会ということで、ねまあ、ここはです、ね、難しかったかなとあとあの1つテクニック的に知っておいていただきたいのはあの監査法人合併とかです、ね、社員の脱退とかそういうのは基本的に総社員の同意が必要です監査法人の場合は過半数ってあんまないです。 総社員の同意があの例えば協業必死義務とかで、ね、二項業務をやりたいといったときに、えー、総社員の同意が必要なんであんまりです、ね、過半数の同意ってことはないっていうのは知っておいていいと思います。はい、あと、まあ、うは、ね、実はこれあの通常講義でやってるんですけどあの実務補修をやってるというかレジュメに載ってるんですけどね実務補修をやることができるんです。監査法人は実務補修を 定款に書くことによってやることができるんでしなければならないっていうのはバとまあこれが問題4ですまあこれはちょっと難しいここなんかはやっぱりね、えー、まあ当たればラッキーというぐらいでいいと思いますで問題5もですねだ前半本当難しかったですねこれ前半で心は折れなければよかったんですけど前半は大変だった、えー、前半ま問題5ですけどね会社法における一次会計監査にこれもはっきり言って知らないと思いますできなくていいですこんなのねあのただもし今後担当を受けるって方はこれ1回出てると次出ても,も 文句言えなくなりますのでここはですねまず一時会計監査人は総会の決議じゃないんです監査役の選任です監査役が選任しますと、ね、いうこととあとは、ですね絵、まあのね一時会計監査人の報酬の決定この報酬決定は一時会計監査人であろうがなかろうが監査役設置会社ではね監査役の過半数の同意ということがありましたから、まあ、ここは全員の同意じゃないかなというのは推測できたかなと。 いうところで、まあ、あの当たればラッキーだった問題というふうに捉えていただいていいです、はいまあ、意図は、ね、そのまま正しい選択肢なので、えーまあ、あの見ておいていただければいいんですけど、ねでえっと問題6いきますが品質管理ですね、これも新しい基準から出たのでちょっと難しかったですが正当可能性は中程度としていて、であの,この品質管理システムの構成は事務所によって異なるという。これはあの 品質管理基準の新しい基準の目玉というかね柔軟性を持たせてますよ、どんな事務所でもフレキシブルに品質管理基準を適用しますよというところから、まあ、あは正しいというふうに理解をしてほしいんですね。で 医の不正リスク対応基準に準拠して監査を実施する場合の、ねえー、品質管理でこの要求事項というのはあの新たな品質管理システムの導入を求めているんじゃなくて不正リスクに対応する観点から特に留意すべき点に対応すると、まあ、これはです、ね、不正リスク対応基準なんかにもよく書かれていることで新しいものを何か求めるんじゃなくて不正リスクに対応するときに注意すべき点を記載規定しているということなので、まあ、ここはなんとかその 不正リスク対応基準の学習の内容から推測できて丸ってできればまあよかったかなと、まあ、これも難しいですよねただ、ウの,この審査を、ね、要しない場合これは限定列挙だったんですよ審査を要しないというのは私立学校振興助成法に、ね、基づく幼稚園の監査とか任意監査で社会的影響が小さいものとうう限定されてますので禁止法監査はそもそも審査は省略できない。 ということそして最後は,、ね、これはあの審査に関する方針手続きを定めるということですけどもこれあごめんなさこ,こ不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された場合にその、えー、修正後の計画とか手続きの妥当性について審査が行われるよう、えー、手続き方針を定めるということなんですがここで言いたいのは今までの担当で常にこの 不正による重要な虚偽表示を示唆する状況なのか疑義なのかこれによって引っ掛けてる問題が多々出てますなので示唆する状況な時でこれはいいのか疑義なのかここをしっかりと あの気をつけるようにしてください。もう示唆する状況で出てきたら、これは疑義,で疑義じゃなくてよかったか、ね、逆に言うと、勉強するときには、示唆する状況と疑義で違う手続きが待ってるということを、ね、念頭に置いてやっていただきたい。ここは示唆する状況じゃなくて疑義の場合の話なので、誤りと。まあ、難しいですね。これも、5割ぐらいの可能性でできていれば、ラッキーだったと。 中程度です、はい、で7番目のこの品質管理ですがこれもね中程度なんですだから前半、本当難しいんですよね。であのここはね今後知っておいていただきたい論文対策としても知っておいていただきたいのはネットワーク外の人であってもとにかく監査手続きを実施する人はすべて監査チームのメンバーになるこれがポイントですなので、これあは正しいと。 あと、う、はいえー、のね、この監査責任者が全ての監査聴取を採掘する必要はないと、これはもうそのまんまなので、まあ、案ができれば、この問題は取れたかなということになります。 はいでのこういう、ね、これが嫌なんですよね担当あの、えー、監査責任者は独立性の確認書を自ら確認ってこんなのどこにもないので、こういう作り,話、ね、作り話には引っかからないようにしていただきたいと、でちょうど実は、ね、今日、3倍速講座の収録なんかを実は昼間やってたんですけど、どの担当の難しいのは、まさに、ね、こういった監査論で難しいのは、 嘘の選択肢をあたかも本当のように書いてきた場合なんですよ、でこれは皆さんがあのやっぱり、ね、自信を持って、なかなか本試験難しいですけども、も自信を持って聞いたことのないことは間違いだと、こういう発想で試験を臨んでいただきたいんですね、そんな重要なことだったら絶対講義でやってるはずなんです。 当連でででで出ててるるははずずななんんす。す。問やっもし見たことがないけどまことしやかに書かれていることというのはそれは引っ掛けるための嘘なんですねそういうのが、ね、多いから担当は難しいんですけどだからいかに本番で自信を持って、ねえー、聞いたことないのは罰だとやれるかどうかというところはあの本当にえ差を,つけ,てあの差を、ね、つけられるしつけられる。 つけることができるところになりますのでちょっとね、えー、難しいですがあの自信を持って解くというのは大事ですね。であとは、まあ、絵はは、ね、絵これはあの えっと、誤りの選択肢で、まあ、ここはですね、えー、これ難しかったですね。え会計標の大会社の審査では、監査チームが行う経営者及び監査役等に伝達する事項の検討評価も必要、これはあるんですね。これはもう、ちょっと、ここの選択肢で、復習して抑えるしかないでしょうね。はい。これは問題7です。でちょっと本当に、ね、時間がなくて申し訳ないですけど、さっといきますね。問題8の、内部統制の不備の報告です。これは、正当可能性低いです。 えともうここもできなくてよかったですで、あは全ての不備を経営者に報告するんじゃなくてね経営者に報告することが適切でない場合もあるのでそれは除くというところで、あとはですねこの内部統制の不備重要な不備について経営者に速やかで口頭で報告した場合は監査役等に報告する責任免除これされないのでこれも罰、まあ、これもしょうがないですね。はい で、えーとまあ、うとえが正しいということになるんですが、まあ、ここも、ね、あの同じ問題が次、担当で出たときはできるようにはしておいた方がいいですが初見ではここは取れなくてよかった問題ですなのでここはできなくても全然、ね、問題ないで一方で,です、ね、こっからなんです問題9からは正直なところ13を除いてはあの明確に切れます。 やっぱり何度か見ていつもです、ね、担当が終わって分析をしているとあやっぱりこれ簡単に切れるかと思ったけど難しかったなと思うこといっぱいあるんですが今回は丸の,せあの足と×の足が結構、 明確に分かれていますのであのもしできなかった問題がある人はそこは、ね、反省してしっかりとあの担当論文、まあ、どっちにしても、ねえー、そこの部分については判定できるし論述できるようにして、えー、意識していただきたいと思いますまず Q の内部統制監査のこれ A は、ねえー、ダイレクトレポーティングの話はこれまさに、えー、ダイレクトレポーティング、ね、採用してないけれども、えー、意見を表明するにあたって企業から直接十分かつ適切な、まあ、十分かつ適切な監査証拠を入手する。これそのまんまんですね基準 あと、うもそのまんまです内部統制監査で得た監査証拠は財務所用監査でも利用するし財務所用監査で得た監査証拠は内部統制監査でも利用するもうそのまんまなのでこれは、もうあとうが絶対に丸ということですで問題10はこれも正当可能性が高いですが保証業務ね、保証業務の、えー、とこれは、ですねあが、えー、とこれ。 保証業務リスクの程度ということで、保証業務リスク、監査リスクと読めたかです、で監査リスクの程度で,で、監査リスクを限定的保証業務の場合よりも高い水準に維持する、いいですか合理的保証業務を行う場合、監査リスクを限定的保証業務よりも高い水準、逆ですよね、監査リスクを低く合理的に低い水準に抑えるので、あは×というのがあのちゃんと読めばわかるし、あと、保証業務の中で合意された手続きって出てきますが、うの、 保証業務っていうのは合意された手続きは該当しません、えー、合意された手続きは保証業務じゃないので、ね、そういった意味で、あとうが明確に罰になるというところでこれはやっっっぱり取って欲しかったんですねで問題11の守秘義務、まあ、これ、ちょっとね、あの守秘義務違反したときは刑事罰の対象、これはどうかな、はてなともしかしたらなるかもしれない、まあ、正しいんですけどね。ただあここれれ見ていくとですねイのこれ 非監査証明業務に従事することによって知り得た秘密は守秘義務の対象とならないわけがなくて業務上知り得た秘密ですから別にね非監査証明業務だって守秘義務の対象になるということで罰、そして、A の、ね、特定社員はこれ特定社員で亡くなった時に守秘義務が解除されたらこれ困りますよね、これも罰ということでまあ意図絵で切れるかなというところです。 で、問題12はですね、これも正当可能性高いんですが、会議審の話ですが、えっ、ー、と、あのところはですね、これはあの、 不正リスク対応基準があろうがなかろうがね、経営者が誠実であるとも不誠実であるとも取らない中立的な立場だということで立場は変わりませんのであは×というのがわかるし、うのですね会議審を保持する必要性が軽減されるなんて聞いたことないですよねこんな場合はありませんので、まあとうで即×ということで、まあ、これも取ってほしかったかなと。 で、問題13、これがちょっとね、難しくて取れなくてもいいと個人的に思ってるんですが、えー、これはね、消去法で、まあ、行くしかないかな。あの、よく勉強されてた方は、 監査のね、基本的な方針と詳細な監査計画の中で、リスク評価手続きっていうのは、詳細な監査計画なんだというのが分かれば、あは×っていうふうにできたと思います。ここがまあできたかどうかでしょうね。で、いの、あの、需要性の基準値はね、これ例えば製薬会社の研究開発費のように、特定の財務所要項目に対して設定されるので、いも×と。 いうことでですね、まあ、あのここは、あができたかどうかというところにはなりますね、これ,もこれはまあ難しかったと思います、あがちょっと判断、えー、難しかったかもしれない、でえっと、問題14からここからはですねもう正当可能性全部高いので、まあ、あの結構ね、えー、復習していただくとあの明確になると思うんですけども、えー、ここはですね問題14は不正による柔軟な虚偽表示リスクに関する問題で、あですね。あは いいですかこれ、売上とか、登記純利益などの財務数値の目標達成に対して、経営者と営業担当者が強いプレッシャーを受けている。これは不正リスク要因となり得るって書いてありますが、あの、不正リスク要因ね、まさにこれって、プレッシャー、動機プレッシャーね、とか、あの、機械とかね、姿勢正当化っていう話ですから、まさにこれは、あの、 不正リスク要因だということとあとは絵の、ねえー、これもいいですかね、ここめちゃくちゃ論文的にも大事ですからしっかり、ね、復習しておいてほしいんですがあの経営者による内部統制の無効化というのは不正による重要な虚偽表示リスクこれそうですねで特権リスクとしなきゃいけないもうこれはどの会社でも例外なく内部統制の無効化は不正による重要な虚偽表示リスクで特権リスク、ねえー、ということなのでもうここはしっかりと押さえておいていただきたいと思います。 はい、で次、えーと、問題15、リスク評価手続きですね、でこれをどこであの判断したすればよかったかというと、これは、ですねあの、監査リスク、あれ、ごめんなさい、問題、えー、ちょっと待ってくださいね、画面があ、これでいいですね、すみません、問題15、えー、リスク評価手続きですけども、あの、監査リスクっていうのは、財務所有に生じた重要な虚偽表示を、監査人が監査手続きを実施しても、看過してしまうリスクを言うと。 これってこの時点であれと、思思うと思うとんですでその後監査にはこのリスクを合理的な低い水準に抑えるえ自ら決定して抑えるのはこれは発見リスクですよね。監査リスク、監査手続きをやってもなお見逃してしまうというのはこれは発見リスクですからまず、あで即罰にしてほしかったというところですね。そしてうのうのねねこれはは、ねまあ、個人的にはちょっとうは あの、微妙だった人もいるかもしれないんですけど、新しいね、概念が出ました。関連するアサーション。ただ、ここで、ちゃんとカッコでね、重要な虚偽表示リス,クリスクが識別されたアサーションと書いてくれてます。で、これかどうかを判断するにあたっては、これはね、統制リスクは評価しないんですね。固有リスクだけなんです。まあ、ちょっとここは、個人的には正当可能性が高い中では、うを、うをツにするっていうのは、ちょっと難しかったかなというふうに思いますが、一方で、いのね、 この虚偽表示の発生可能性と影響の度合いを考慮して固有リスクが最も高い領域に存在すると評価したのを特権リスクとしなきゃいけないとこれそのままですしその場合の影響は金額だけじゃなくて質的な影響も含まれるともうこれまさに特権リスクのそのままの意は丸ってことになりますしあと、A、の、ね、当年度の重要な虚偽表示リスクを評価するために可年度に自ら監査手続きを入手して、えー、実施して入手した情報を利用する場合この場合についても監査証拠としての適合性、信頼性評価 でもね、今年利用する場合には適合性と信頼性評価というのは過去問でも出てますのでままあ、まあうーん難しいけど、まあ、取ってほしかったかなという問題ではありますね。で、えっと、問題16これはです、ね、リスク対応手続きの問題で、えー、これは「あ」と「い」が絶対丸ですね。あのん監査人は えね、手続きの種類時期範囲を立案しなきゃいけないけれども評価したリスクへの対応という点では種類が最も重要と、まあ、これはねあの通れとかで出したり、えー、しているところでここはまあ「丸と。 いうことととでで判断して欲してかったののあとですねイの特権リスクについてどんな手続きをやるかとで特権リスクについては個別に対応する実証手続きをやらなきゃいけない、その通り、ただ内部当選に隠居しないんだったら詳細テストを含めてまさにその通りのねこれそのまんまのまま特権リスクの勉強でやるそのまんまの話なので、まあ、あと、意で丸にしてほしかったかなというところですね。で問題17の、えー 監査の過程で識別した虚偽表示の評価ですけれどもこれはですね、あの明らかに金賞の話ね。ね これ明らかに金賞ってのはごく少額な金額で。明らかに金賞であるかどうかについて、何らかの疑義がある場合は、明らかに金賞ではないと。もうこれは、あのね、通常講義とか、そのままの話ですね。で、への、未修正の虚偽表示のうち、重要な虚偽表示がある場合。ね、これは、監査役等が経営者に重要な虚偽表示の修正を求めることができるように。監査報告書日よりも前に、監査役等とコミュニケーションを行うと。で、監査役等とコミュニケーション、ここも一つテクニック的にね、今後のために、あの担当論文とも。 聞いいいいてたいただきたいのは監査役等とコミュニケーションをするというのは何か重要なことがあったとかイレギュラーがあったとか問題があったこういう場合にはコミュニケーションを取りますから未修正の虚偽表示なんて当然コミュニケーションを取るしかも、ね、これ直してもらうことができるように報告書日よりも前にこれもあの当然の話ということでちょっとこれ絵が丸にできなかった方もいると思いますがここも、ね、あの押さえていただくと今後の担当、論文のためにいいと思います。で、えーとね、やっぱり出ました18番グループ監査、ね試験 のえー、5月の途中になってね、試験範囲 あの明示さされたらなる明示があったところですからまあ出るかなと思ってましたがここはまあグループ監査難しいかもしれないですが、あと「い」でもう丸と取ってほしかったんで、「すねであ」はグループ財務省に関する監査の基準は連結財務省監査だけじゃなくて個別財務省が複数の構成単位から作成される本支店会計とかねあとは単一の構成単位であっても他の監査人を関与させるこれに適用されるというのはまさにグループ監査の基準の。の ポイントですし、あと、イのグループ監査チームは、ね、ネットワーク、構成単位の監査人が同じネットワークに属する他の事務所の場合だっても、ね、独立性に問題がないか理解しなくちゃいけない、独立性の問題は常に理解をしなきゃいけないので、まあ、なんとかこのあとイで丸にできれば、ね、よかったかなと、う、まあ、とえを見ていただいても、これは、ね、×あの罰だというふうに判断はおそらくできます。えー、例えばウの 構生体の監査人の作業を評価する必要がないなんていうのはこれは嘘ですし、構生単のの、ね、重要性の基準値を定めるときにグループ全体としての重要性の基準値よりも低くなのに高くになっているので、まあ、ここも、ね、切れるかなと思います。でえー、問題19、ですね監査報告書に関する問題で、これは、ですね医の主要な検討事項ね。 これは、主要な検討事項がない場合であっても、区分を設けてね、該当なしで書かなきゃいけないっていうのは、これは、あの、最近のね、典型論点ですし、あと、え継続企業をね、前提とすることが適切じゃない場合は、これは不適正意見だというのも、これも典型論点なので、まあ、意図で丸にしてほしかったと。で、最後ですね。最後が問題20ですけれども、 えとこれも監査報告であ今回、不正リスク対応基準出なかったなという感じであの逆にびっくりしてしまった方もいると思いますが問題20も、です、ねえー、とあ,あと絵で消去法ですぐ切れるという問題です、なぜならば、あの監査人は監査の過程で監査役等と協議した事項の中から特に注意を払った事項を決定しその決定事項をカムにするって書いてありますがこれ、違いますよね。 特に注意を払った事項を決定しその中で専門家として特に重要であると判断したのがカムですからもうこの時点で罰と。 で、え、えのところでね、あの、これも特別の利用目的に適合した会計基準、まあ、特別目的の財務省に対する監査報告書で、えー、想定される主な利用者等を記載するとともに、これ、他の目的で利用できる場合がある旨、これ逆ですよね。他の目的では適合しない旨、これの記載が求められているんであって、他の目的で利用できる場合があるっていうのは、これ全く逆の話ということでね、まあ、あの、今見てきた通りですね、全体として、 このお配りしているレジュメの通りなんですが正当可能性が高いとしている問題はあの今までの担当の中ではかなりです、ね、明確に 二つ丸あるいは二つバツっていうのがあの答えが出た問題っていうのはこれは現実的にそうなんですねなので、えー、今回あの差がつくとすれば正当可能性が高いとしている問題ができなかった場合にちょっとね、えー、差がつけられちゃうと思いますし逆に正当可能性高い問題を取れた方は結構いい点数になったんじゃないかなというふうに思いますなのであの今回ねあのなんていうかなこの選択肢はダメだとかねあのもう見ない方がいいっていう選択肢はあのほぼないですのでこれ担当 担当論文ともしっかりと復習してです、ね、あの今日今お伝えした内容も踏まえて、えー、しっかりとあの身につけていただいて担当論文対策にしていただきたいというふうふに思います、はい、すみません、ちょっと、ね、時間がないのでこのぐらいにしたいと思います、えっと、影山先生に代わりたいと思います、はいえー、それでは、ね、最後、えー、財務会計論のです、ね、分析会というところで始めさせていただきます。えー、お手元に一応 本試験の問題とあとはまあ特に使っていかないですけども財務会計の回答と正当可能性そしてもう1個、ね、レジュメがございますので3点ご確認の方お願いします、はいでえー、まあ財務会計に関してはですね、えー、まあ前回12月の本試験とです、ね、比較すると まあややややとかもだいぶあの難しくなったかなと思います、まあ、ボーダーとしてもです、ねまあ、20点ぐらいは前回よりもですね低いようなイメージになりますがただまあ例年と比べるとです、ねえー、まあそこまで変わりがないのであの結構難しいという印象を受けられた方が多いとは思いますが、えー、まあ極端にねその難しい回だったかというと別にそうでもないんですね、まあ、言ってみれば例年通りといった具合になりますので、まあ、前回とか、まあ うんまあ、前々回もそんなに難しくなかったんですけどもそのあたりが、ね、比較的優しかったので、まあ、少し今回がです、ね、難しく際立って感じられたあの方が多かったんじゃないのかなと思います、はい、ただ、厳しいことには、ね、変わりがないので、まあ、ちょっとです、ね、ボーダーの方から見ていきます。 出題の傾向、形式に関しては、まあ、ここ数年の、ね、形式を踏襲しています個別の計算12台と理論10台です、ねで、総合問題が1台6箇所の回答箇所ということで、えーまあ、目標ラインが、ね、120点から128点というところなんですがちょっと膨大予想としてですねローマ数字の2番を見てください、えーまあ、これ、ね、個別の計算が12台中まあ半分で連結会計の総合問題もまあ半分。 で理論は8割取っていくとですね、まあ、トータル124点取れるんですけれども、えーまあ、財務会議単体で考えた時に、まあ、124点取れれば、まあ、十分ではあるんですが、まあ、多分、ね、5月の、えー、全体としては、ね、合格者というのはある程度こう絞られてくるというか、まあ、ちょっと合格者がです、ね、少なくなるのでおそらく、ね、財務単体で見れば124点とかでも,う全然合格点でも実際、この試験、ね、トータルで合格するということになるともう少し上積みが欲しかったのかなと思うんですよ。 つまり全体で合格するための点数というのは、まあ、もう1箇所ぐらい、ね、正解が欲しかったんじゃないのかなと思いますので、ね、ここからはプラス、ね、8点とか16点とかです、ね、それぐらいの上積みがないとその全体としての合格ラインの確保はちょっっと難しかったかもしかかかたもれないんですねだから当日の速報値としてはボーダー1 0 0と言ったんですが当日の夜です、ねえー、収録した。 速報動画では、ボーダー120と言いましたが、まあ、それもあくまでも財務会計単体の、ねえー、合格ラインであって、えー、全体としてのラインを突破するということを考えると、えー、まあまあ140まではいかないにしても、まあ、130点ぐらいは取りたかったかなと、130ぐらいは、まあ、あ取りたかったかなというのはあります。はいまあ、ただですね、130点とかまあ140点とか取、ね、れば、当然全体としての、ね、合格ラインというものには近づくわけですけれども、えー でもしかるべき問題を取って、ね、120点ぐらいなので120点とか124点ぐらいなのでその全体の合格ラインを突破するための点数を取るためには。 多少その運の要素とかも正直ですね左右していかなければあの全体の合格ラインというものが確保できないようなですね試験だったかなと思いますのでまだねあの全体のボーダーは発表されていません要は合格ラインですねえ発表されていませんけれどもただ、そういったね運とかプラスアルファで,ですね正解していかなかったらいけなかったようなですねそういうまあ雰囲気はありますのでえとするとねやっぱり前提としては厳しかった試験なんじゃないのかなと思いますまあ受験生にとってはまあまあ少し酷だった試験なんじゃないのかなと思うんです。 はいまあ、多分ですね、各科目のボーダーを純粋に、ね、上乗せしていくと、まあ、足し算していくと六十五65%とか66%ぐらいになると思うんですけれども、まあ実際の合格ボーダーは多分それよりも上がると思いますのでだからボーダープラスの点数を取っていかなければいけなかった、まあ、それは別に財務で取れれば、ね、それはそれでいいんだけれども別にどの科目でもいいんだけども、ねえー、どこかでボーダープラスのアルファ点数を取らなければあの全体としての、ね、ボーダーには達しなかったんじゃないのかなというような試験です。 はいまあ、ちょっとまだあの発表までね時間があって、蓋を開けてみたらボーダー低かったとっいうこともまあゼロではないので、66とかね67とかっていう可能性もゼロではないんですけれども、ややねちょっとボーダーが上がりそうかなというねイメージはありますね。はい で、えー、まあ各問題ごと、ね、少しあの見ていきたいと思いますがまず個別の計算ですすねね個別の計算でです、ねまあ、一応6台取りましょうというのがまあ目標ではあるんですけれども、えー、まあこれはね確実に正解しなければいけない問題が6箇所あるので、まあ、6台としていますでその確実に正解しなければいけない問題というのはあこの右のキルはちょっと無視してください、ね、この確実に正解しなければいけない問題というのは個別の計算ですね。ね、えー、まず えー、クルノベスさん問題六クルノベスさんまあこっちら赤で来ますねですね赤うてきますか,、ね、赤で赤でますか問題六のクルノベスさん、うん、であと問題十のまあキャッシュロー計算書まあ正当化数中なんだけれどもねこれは正解できるかなと思いますがただまあこれ確実と言いながらまあ正解できなくてもしょうがないと言えばしょうがないんですけどもまあ正解したいですねやってればできるかなとねあとリース退職給付、えー、あと減損と包括利益はい まあこの6つはね正解したいですね、ちょっとキャッシュローは正当可能性中で正解したいというのは矛盾しているかもしれませんが、はいまあ、ここはね、計算を積んでいる方と積んでいない方の差だと思ってください、要は個別キャッシュロー計算書、まあ、連結も含めてですけれども、まあ、苦手な方がいらっしゃるので、要は正当可能性は中にしているだけで、でも正解はしたいんです,、ね、ですか、はい、決してそのキャッシュロー計算書という枠で見れば、難しい問題ではありません。 だから、まあ、多少ね、その手薄な方がいるという意味で、中にしているだけであって、正解はしたいんですよ。はい。だから、この六箇所を取っていけば、一応四十八点は確保できますが。まあ、ね、本試験っていうね、緊張感をですね加味しても、まあ、六箇所全部取れなかったとしてもですね。まあ、ここはしょうがないのかなと思うんですよ。まあ、ここから五箇所ぐらい取って。で、他のね、政党からせ、中の問題で、まあ、一代、そして。 まあプラスアルファ取るのであればもう1台、2台とね取ってもらえればよかったのかなと思うんですよ。はいで、まあ他の正当可能性、えー、中の問題でですね取れるところとしては、まあ、正当可能性はこうもありますけども、まあ、問題4、五あたりは取ろうと思ったらね取れるときは、まあ、取ろうと思っても取れないけれどもああのー、まあ、取りやすいですね。はい だからまあこの4、5たりはまあ取りやすいですね、その中でも取りやすいあと、純粋な会見もちょっとテキストには載ってないんですけれども、まあ、これもです、ね、取りやすいといえば取りやすいしあの結構、受講相談なんかしてると問題8は、ね、あの実際取れましたよという方が多かったですね逆に問題4はちょっと落とした方がまあ多かったかなと思うんですけどそう,ですかそうですね、この辺りから1つ 2つ拾えたらよかったかなと思うんですよでも難しいのはね、ねもう現金小口現金これ正当化成中だけれどもどっちかというと正当化て定に近いですね問題ですね、えー、これは難しいですねであとは、えー、株式典共通試合化問題18とあと問題17、このあたりはもう難しいですね、えー、収益認識、契約変更。 だから問題3、問題16、問題18ですね、えー、このあたりは難しいと思います、まあ、意外とね、収益認識が取れたよっていう方もね、あの意外と多かったんですが、ただまあ、難しいですよね、はい、だからこのあたりは、まあ、あの取れなくてもしょうがないかなと思いますので、まあ、赤でマークしたところをね、えー、なるべく取って、まるで1個、2個拾えればよかったのかなっていうぐらいです、でもそれでもね、やっぱり48点からまあ56点ぐらいなんですよね。 56点ぐらいなので、なかなかあのまあ厳しいかなと思うんですね。はい、で、えー、まあこれがね個別の計算になります、まあ、個別の計算が、ね、やっぱ難しかったかなというところです。そして、えー、連結会計総合問題ですね、ここはもうご存知というかね、えー、分かると思うんですけれども。 まあ問題23、24、25はもうこれはマストですね、ここ間違えたらいけないですね、23、24、25はマスト。逆に26、27、28は基本無視ですね。基本無視です。 まあ無視をして、えー、ということで、まあ、23、24、25はもう絶対に正解が必要だと思ってください。はいまあ、ここで12点はねこれはもうほぼマストだと思ってください。うん、であとはですね、まあ、後半ね26、27、28これ難しいんで気にしなくてもいいんですけども、まあ、あの受験生さんとね話した感じ、まあ、これ別にあの本質的なところでは全くないんですけども問題27ね。 えー、回答3なんで大体間違えると3にする方が多くて3にした方はここがラッキーで拾えていたということで結果4もあっていたという方が意外といるんですね、はい、で実は理論の正当化の設定の,です、ね、その連結の範囲もです、ね、これも回答が3なので,で回答が3のです、ね、正当化の設定 まあ分からない場合は回答者にする方が多いので、ここも意外とですねその分からないけれども、勘で拾えたというかね、ね3にしたから合っていたという方がまあ意外と多かったかなと、みんなあみんなというわけじゃないけれどもね。というところでね、ね、まあ、こういう運を使えたかどうかというところにも、ね、よるのかなということで、まあ、運勝負じゃだめなんですけれどもね、その試験的にも、えー、対策的にもだめなんですけれども、まあ、多少、ね、そういうところで上乗せが、えー、全体としての合格を確保するためには必要だったのかなと思います。はい まあちょっとね、あのー、総合問題の後半はしんどい問題ですから、うん、あと、ね、共通試合課の株式ってもしんどい問題なので、まあ、こういったところに時間をかけないっていうことですよねいかに時間をかけずに他の問題に時間を使えたかどうかがポイントですからまんべんなくすべての問題に、ね、均等に時間を使ったらこれはいけないですよ。 絶対に解けない問題、難しい問題というのは何台か、これは毎年、毎回ありますから、そこをですね、いかに早く見限るか、ね、見切りをつけるのか、えー、これがまあ重要になってきます。ね、多分まあ他の科目、まあ、管理なんかもそうだと思うんですよね。ねだから分かんない問題に時間を使ったらもったいないですから。ねまあ、もしね、フルマスターとか受けられている方であればね、共通主役の株式店って、時に言ってもいいと思うんですよ。ねまあ、フルマスターでちゃんと対策立ててますよと。ね、でも、レギュラー講義では使ってないですから、 えーまあ、問題18は通常のレギュラー攻撃しか受けていない方は無視しますし、まあ、26、27、28はどこでも扱っていない論点ですから、まあ、これも見た瞬間に無視ですねなんとかこう考えればできそうかなとかっていうことをやる必要はないです、まあ、よほど時間が余ってなければ、ね、もう無視ですよ、まあ、3、3、3でマークつけるとかでも構わないんでね、はい、無視ですね。 あとはまあ連結の範囲はね頑張って、会社の数を、ね、選択するので頑張ってまあ選択肢は絞れることができたかなと思うんですけどもなかなか細かい知識も要求されていたのでうんまあここもねちょっとあのきちっと自信を持って正解するっていうのは難しかったと思います。はいまあ、なんとなくこうじゃないかなみたいなあ予想でですねあの会社数を選ばれて、えー、まあそれでね正解できたという方もいるかもしれません。はい といった具合に、ねまあ、ちょっとあの難しい問題と、まあ、あとは簡単な問題でちょっと差が激しかったような、ね、印象もあります。はい、で、えー、あとこのね,一番,右の列ですね一番右の列は、まあ、理論はですね基本入門で扱っていないので、えー、計算部分に関してですが入門の講義だけで解ける部分と入門の講義だけで解けない部分をです、ね、ちょっとまあ毎回ですけれども、ねえー、区別しました。 まあ入門って書いてあるところは入門の内容で解けます。状況って書いてあるところは入門の内容では解けないものなんですけれども、えー、今日のですね、今日のっていうか、今回の本試験は結構ね、入門で学習した内容の問題が多かったです。多かったです。範囲的にはね。多かったけれども、難しいから解けるとは限らないんです。ですかはい、だって、小口元気も一応範囲的には入門の範囲ですから。 え入門の、ね、小口研究を学習したり、一応、範囲的には終わってるんだけども、もでも難しいから、あの多分入門だけでは解けないんですね、えー、そこで、まあ、入門生に、ね、関してのここコメントになっちゃいますけれども、黄色でマークしたところ、入門生は、黄色でマークしたところは、入門生でも、まあ、いわゆるお試し受験で解,いて欲しかった解けてほしかったところだと思ってください、黄色でマークしたところ、だから入門って書いてあっても、黄色でマークしてないところは、まあ、入門生だとちょっと厳しいよと。 と,いうところなのでこの入門生に関しては黄色でマークしたところが、ね、正解できればあのここまでの入門講義での学習はある程度順調に進んでいると、まあ、全問正解できなくても、ね、その1ミスぐらいでいけても別にそれは OK です、はい、から、始めるので問題3456たりは一応、範囲的には入門の範囲ではありますけれどもちょっと実践力が必要な、ね、問題なので。 あの実践力に関する訓練を入門生はねそんな積んでないですからまあ上級ってからね訓練を積むのでまあ3、4、5、6あたりはね入門でやった内容だけれどもできなくても仕方がないかなというところです。はいえー、ということでまあ全体としてはね解きにくかったと言えるでしょうということなんですが次、ちょっと理論いきますよ理論は逆にまあここ例年通り優しいですりかなり優しいです。 これは当日の速報動画でもお伝えした通り、一つ一つの足を見ても優しめですので、あのまあ、ここでね、まあ、10分の8はほぼマ回すと考えた方がいいかなと思いますね。まあ、1ミスして7でもまあしょうがないんだけれども、たださっきも言った通り、ここでミスすると全体としての合格ラインになかなか乗れないんですよ。ね、だからまあちょっと厳しいんですけれども、やっぱり8割は欲しいですね。8割欲しい。であとはもう間違える箇所は、 大体決まっていて、さっきの連結の範囲ですね、問題18と、あとストックオプションがね、ちょっと唯一と言っていいほどひか、引っ掛けが出ていた選択肢なので、ストックオプション、まあ、この2つ間違えてしょうがないんだけれども、はうは正解しなければいけないんじゃないのかなと思います。で、ストックオプションが正解できれば、ラッキーだったかなと。はい、なので、ここはね、なんとか、ちょっと厳しいんだけれどもね、ミスなしっていうのは厳しいんだけれども、10分の8。 まあいつもだったらね政党関西コロナから1台ぐらいミスしてもいいよっていうようなです、ね、そういう状況なんだけども、まあ、ちょっと今日のね今回の試験はなかなかあのそういうところがね受験生にとっては厳しかったのかなと思います財務関係だけの、ね、ボーダーを突破すればいいっていうような感じではなさそうなんですね、えー、感じなのでそこがね厳しかったんじゃないのかなと思いますと、はいうのが今回の試験の、ね、分析なんですけれども えーまあ、計算に関しては、ね、こういった難しい論点が出ました共通支配下の株式移転とかねあとは総合問題のです、ね、後半部分でも、えーまあ、これ共通支配下で,です、ね、事業を分割していくというようなです、ね、会社分割型のっていうんですが、まあ、事業をです、ね、譲り受けて株式を、ね、交付して受け取ったというです、ね、そういう取引が出てきたんですね。でまあ、これ非常に難しいわけけですけれども ただ、難しい問題が出たからじゃあ、難しい問題で対策を立てていく必要があるのかというとそんな必要は全くありません、まあ、これは上級講義の紹介でも、ね、あのお話はしているんですけれどもあのこういった難しい企業結合の問題が継続的に出題されているのであればそういった対策を立てていくということも必要かもしれませんけれどもでも、まだ1回だけですよ。まあ、10年ぐらいいい前はです、ね、こううう難しい問題が毎回のように あの担当で出ていたので10年ぐらい前は結構難しい企業結合の問題の対策ということで講義とかもいろいろやっていったんですよ、ね、オプション講義もありました、ね、でも、そこから、ね、もうしばらく企業結合は非常に優しい問題の出題が多かったというか難しい問題は基本的に出ていないんですね論文も含めて出ていないので最近はもうティッキーソンの説明レベルでいいよという話で対策は進ませておりましたで今回、ね、久々にこういういい難しい問題が出た。 でこれはまあ今回、単発で終わる可能性もあります、次回また優しくなる可能性だってありますので、まあ、この単発で難しい問題がぱぱっと出たからといって、そこに流されてね、えー、じゃあ応用的な企業結合の問題の対策を立てなければって思う必要は全くありません、で結局出たとしても埋没なんですよ、解けないから、受験生は。ねはい ですから、ねまあ、これが、ね、3回連続、4回連続で続けばまた、ね、話は違いますけれども、とりあえず今回の令和5年2回目の試験を受けて、まあ、少し難しめな問題が出ているんだけれども、それに関する対策を取り特別に立てる必要はないと思ってください。ね、ありませんので、はい、だからもうね、えー、今まで通り基本的な問題を、ね、取りこぼさずに、えー、きちっと、ね、守っていけば、まあ、合格ラインは、ね、取れますので。 まあね、今回の問題であれば、その企業結合系であれば、ね、この共通社会の株式点とか、あとはこの総合問題の3つ、このあたりの難しい問題の対策は立てる必要がないということです。はい、じゃあ、ね、さっき言ったみたく、 政党化の施行で確実に正解が必要な問題を仮にすべて取れたとしても、ね、そして財務会計単体の膨大を仮にです、ね、突破できたとしても、全体の合格ラインを上回らなければ意味がないということなので、やっぱりプラスアルファの点数を、ね、確保しなければいけないわけですよ。まあ、ここも、ね、あの過剰に意識する必要はないんですけれども、ただ、プラスアルファの、ね、点数を取るためには、まあ、この問題4とか問題5あたりですね、ここら辺はやっぱり間違えたくはないんですよね。はい でこのまあ特に問題4なんかは、ね、投資その他の資産に計上される金額を、ね、求めましょうという問題でやっぱり、ね、ここ数回毎回必ず取材されている BS のどこどこの区分に記載される金額の合計額求めなさいというのが、まあ、ほぼです、ね、毎回出ています、ここ最近。でこのあたりってうのはやっぱりね普段テキストの説明を解く時にいかに、ね、表示を意識できているのか。 説明の説明文をきちっといかに読んでるのかっていうそこでですね型がつきますのでそれ特有の対策っていうのは、まあ、確かに当連なんかではね多少取材しますけれどもその当連だけやったからってできるわけではありません普段の学習の中で説明の前の、ね、説明文とかその有価証券の証とかだったらこの有価証券はどこに表示するとかねそういうことをねあのその都度その都度 意識して見ていきその積み上げでですね、えー、それが定着していきますので当連が始まってじゃあいざ表示ね当連でやっていきましょうとか試験直前にじゃあ BS の表示何をどこに表示するのかまとめて覚えましょうって言ってもそれ忘れちゃいますしやっぱり実践的な問題が出て,た出てきた時に一気に覚えたものってなかなか使いづらいんですよ、ね、だから次の担当式試験までね、まあ、半年ぐらいありますけどもその半年の中で、えー、日々、ね、テキストを見るたびにね その表示の区分なったるとか、あと、乱外のワンポイントとかね、そういうところをです、ね、目を通していくことによって、えー、だんだん、だんだんね、自然に定着していきますので、えー、ここに関しては、その日々の訓練の賜物だと思ってください、この問題4番なんかは特にそうです、正解できるかどうかね、はい、だから、このあたりね、毎回必ず出ますので、まあ、今回はね、どちらかというと少ないかなと、もう1台ぐらい、いつも出てるんでね。はい だからまあそこをね正解するかどうかでやっぱ合否がね分かれてくるんで、これは理論にもつながります、まあ、最後、ちょっと理論のコメントを入れていきますけども、理論、ねすごい優しいですよ、最近ですね、前回も優しかった、前々回も優しかった、理論優しいです、でこれ、前回のね分析会とかでも多分お話はしてるんですけど、もこの理論もですね理論特有の、要は理論のレジュメにしか載っていないようなものの出題の割合は少ないです。 計算のテキストに載っているものが文章化されて出ているのが多いんですね。だからこれもさっきの話ですよ。簿記のテキストの説明を解くときに、ちゃんと説明文を読んでくださいと。あのよくね、簿記のテキストの説明を解きましょうって言うんだけども、あの本当に説明だけを解くんではなくて、その前の説明文とかね、表示のまとめの部分とか、欄外のワンポイントとか、そういうとこも含めて説明を解くって思ってください。だから本当に説明だけ解いても、 意味がないとは言いませんけれどもね前の説明文とか読まなかったらね全体像を理解できないですし本当に説明だけ解けても意味がない場合もありますのでテキストの説明何周しましたっていうのはこのね説明とか表示の部分の表も覚えてえ初めて1周だと思ってください。 でそっから本当に試験によく出てます、でこれは論文でも、ね、ここ最近、そういった入門期で学習する簿記の、ね、テキストのなん,かなんでこうストックオプションってあるんですかとか、ヘッジ会計ってなんであるんですかとかね、ねそういうところから論文でも出題されているんで、基、え、本、ー、がすごい大事だなと思います、理論に関しては。はい 今一度、ね、その理論レジュメの細かいところも、まあ、最終的には、ね、ある程度インプット暗記をしていかなければいけないですけども結構、簿記のテキストの、えー、内容から取材されているんだと思ってください、はい、そこで,です、ねまあ、最後です、ね、ちょっと問題を見ながら理論簿、ね、記のテキストだけで完結できる選択肢ちょっとね私、事前にマークを入れているのでちょっと映してもらえればと思うんですね、はい、最後、ちょっとさらっていきますあ理論部分ですね いきま,すまずまあ問題1はまあ基本的に財務会計の役割なので記のテキストに載ってないんですね、まあ、ある程度常識的な判断でいけるかなと思います、まあ、ここはいいとして、えー、問題2問題には EUA は全部記のテキストに載っています EUAA だけは関連当事者さんでのテキストに載っていません EUA は全部記のテキストから判断可能です理論のレジュメを見なくてもできますよ問題にはねあで次ですね えー、問題7資産除去債務ね資産除去債務はうとえは僕のテキストに載ってます理論のレジュメ見なくてもうとえが判断できればこれうとえが×なんで実は理論のレジュメ見なくても正解できますねはいで次問題9問題9あといはは僕のテキストに載ってます包括利益の意義と SS のね表示区分の話です、ねはい、で問題11問題1はあいう僕のテキストに載ってます まあちょっとあは、ね「あ」は細かいワンポイントのところですけども「いとうはもう、ね」と「う」は普通に簿記の書類の話ですから、ねはい、で問題順に、まあ、問題順には簿記のテキストにはあまり載っていないので絵はまあ載っています表ベースですけれどもねその権利確定条件が付されていないときに不要日一発表形状、まあ、これは表に載っているというところですかね、まあ、今回の法、ねえー、試験の理論での唯一の引っかけはまあこの選択肢「あ」ですかねこれは速報動画でもお伝えしたとおりあのここだけね その条件変更が行われた場合を除き見直されることはないっていうここだけ見るとああよくある選択肢だなって思って。 あの丸を入れそうなんだけれども、これはね、公正な評価額の話ですから、公正な評価単価は見直さなくてもいいけれども、公正な評価額は、ね、単価かける数量で、数量というのはストックオプションの数、つまり退職の執行見込みに関わるところですから、退職の執行見込み、毎期見直しますからね、見直されることはないツになります、まあ、ここは簿記のテキストとかではなくて、まあ、引っ掛け要素ですね。で、えー、続いて問題14、退職給付は、e、EUA は全部簿記のテキストに載っています。はい いい上は簿記のテキストに載ってますで続いて問題17連結性効果はあいえは全部簿記のテキストに載っていますあいえ、まあ、一応処理もねそれは説明というか、ね、処理の説明も簿記のテキストに載ってるっていうことにしますからねはいで、えーまあ、問題19はちょっとこれはもうテキストに載ってないのでレジュメでやるしかないんでここは無視して最後問題22も えー、イウエはあ失礼しましまたエは載ってないです。すいませんこれえは載ってないですエは載ってないんで、いとうですね、すみません、いとう。絵、まあ、はね、比例連結が認められてる、でこれ、ツですね、共同社企業の形成には比例連結が認められてるツで、まあ、その比例連結の話は、簿記のテキストには載ってないので、ごめんなさい、えは載ってないですね、すみません。い、ウは載っていますということで、パッと見ただけでも、簿記のテキストに載っているものが非常に多いですよね。 あで、これ4、4、6択の問題なんで、とりあえず選択肢3つの正誤が判断できれば、勝共で正解を導けるんですよ。っていうことは、結構ね、多くの問題が僕のテキストだけで対応できると思ってください。っていうぐらいに、僕のテキストを見ておけば、これだけ正解の足が、えー、判断できるわけですね。正誤が判断できるわけなんで、まあ、当然それだけではね、合格点には達しないから、理論のレジュメを見る必要はあるんだけれども、ただ、 記のテキストを頑張ってやればこれだけ選択肢判断できるっていうことは知っておいてくださいということは記のテキストの説明文とかワンポイントとかがいかに大事かということを再認識してくださいはいただまあそれだけじゃないですよ、ね、それだけやればいいってわけじゃないんだけども、ね、ちゃんと理論のリズムをやらないとさすがに合格点は確保できないけれどもねでもそれぐらいに計算テキストの内容が重要ということなので繰り返しになりますけれどもテキストの説明を解きますっていうのはその周辺部分の説明も読んで初めて解いたことになるんだと思ってください そこが重要です。と、はいうことで,です、ねあのーまあ、次回に向けて特別難しいことはやる必要はないですから今までどおり、ね、難しい問題が出たあ,あとはです、ね、もうこの質問がやっぱ多いんですよ、難しい問題解いた方がいいですか、ってね、新しい、ね、難,難易度の高いです、ねえー、応用的な問題集を買った方がいいですかとかっていう質問が多いんだけども、まあ、基本的に現状はその必要はないと思ってくださいはい。 えー、ということで、まあのね、理論も優しくなっているので、えーまあ、説明を解くときに、ね、説明文なんかを読んでいくっていうのが本当に大事だなということを、ね、ちょっと特にこの分析会ではお伝えしたかった内容ですのでこれをもってして、ね、今日の財務会計の分析会は終わらせていただきます。皆さんお疲れ様でした